関門トンネル、文字型、高校関門トンネルは関門海峡をくぐって本州と九州を結ぶ鉄道用の海底トンネルである。九州旅客鉄道の山陽本線下関駅、文字駅間に所在する。単線トンネル2本で構成され、下り線トンネルは全長3614.04メートル、上り線トンネルは全長3604.63メートルである。 後に開通した国道2号の関門トンネルと区別するため関門鉄道トンネルと呼ばれることもある関門海峡は本州と九州の間にある海峡でこのうち深さの関係から西側の大瀬戸と呼ばれる部分に関門トンネルがある一方最も海峡が狭くなる東側の早友の瀬戸に他の関門海峡横,横断交通手段である国道二号の関門トンネル 山陽新幹線の新関門トンネル、高速道路の関門橋が通っている。もともとは関門連絡線でこの海峡を横断して結んでいたが、乗り換え、積み替えの手間を省き輸送力を増強するために3回に渡って関門海峡にトンネルを建設する計画が持ち上がり、3回目の昭和初期の計画により実際に着工することになった。当面は、 単線の輸送力で十分であったことに加えて工事の容易さから単線でトンネルを建設することになり将来輸送量が増えた時にもう一本の単線トンネルを建設して複線とすることになった先に建設されたのは下り線のトンネルで両側の取り付け部との関係に機関車による牽引性能を緩案して20パーミル勾配を採用することにしたが後に 上り線のトンネルを建設した際には、海底部分での土かぶりを増すために一部で25パーミル勾配が採用された。事前に潜水艇による調査やボーリング調査などを実施して地質を調べた上で、まず地質の調査や回り込んで本線の掘削箇所を増やすことやセメントの注入による地盤改良を行うため、細い湿屈構造を建設することとなった。 これは1937年に着工し、1939年4月19日に貫通、8月5日に完成した。まだ私屈行動を建設中であった1937年12月から下り線トンネルの掘削にも着手し、文字側からは日本では3番目というシールド工法も使用して建設が進められた。1942年6月11日に、 最初の試運転列車が下り線トンネルを通過し、7月1日に貨物用に開通、11月15日に旅客用にも開通し、まずは単線での共用を開始した。さらに1940年に上り線トンネルの着工も決定され、1944年8月8日に開通し、下り線から上り線に列車を移した上で、 下り線トンネルの改修工事を行って、9月9日から、伏線での運転が開始された。第二次世界大戦中は、船舶不足に陥る中、九州、本州間の連絡に重要な役割を果たした。1953年6月28日には、昭和28年に西日本水害により水没し、復旧には2週間ほど要した。 当初から直流電化で開業した関門トンネルは、1960年代に入ると九州島内を交流電化する方針となったことから直流と交流の接続点ともなり、文字駅構内に高直デッドセクションが設けられ、そのための特徴的な車両が通過するようになった。1958年から1975年にかけて関門海峡を渡る国道や高速道路、 新幹線も開通したことで、平行路線が実現された。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、九州旅客鉄道が承継している。関門海峡地区の鉄道路線図関門海峡は、九州の北端の福岡県北九州市と、本州の西端の山口県下関市の間にあり、西の日本海、響き灘と東の瀬戸内海。 津大灘を結んでいる海峡である。東側の下の関市段の裏と北九州下地若目狩間が早友ともの瀬戸と呼ばれる幅約600メートル程度の海峡最強部であり、また西側には彦島があって、彦島と九州の間は大瀬戸、彦島と本州の間は小瀬戸と呼ばれる。小瀬戸は昭和初期に埋め立て工事が行われ、校門で締め切られて、 彦島と本州はほとんど地続きとなっている。関門海峡を横断する橋やトンネルは、山陽本線の関門トンネルの他に、国道2号の関門トンネル、山陽新幹線の新関門トンネル、高速道路の関門橋があるが、在来線の関門トンネルのみ大瀬戸を通過しており、他の三経路はいずれも海峡が最も狭くなる早友の瀬戸を通過している。 在来線の関門トンネルは、高架上の下関駅を出て、本州から彦島へ渡って、トンネルに入り、弟子町から大瀬戸の海底下をくぐって、九州側の小森へに渡り、文字駅構内で地上に出る。在来線の関門トンネルが早友の瀬戸ではなく、大瀬戸を通過することを選んだのは、早友の瀬戸の方が水深が深く、 急勾配が許されない鉄道のトンネルでは、全長が長くなってしまうことや、既存の鉄道との接続の関係からである。文字駅5.6番乗り場の下関側に設置されている関門トンネル案内板周辺の鉄道路線網は、本州側を山陽本線が通り、下関駅から関門トンネルをくぐって、九州側の文字駅へとつながる。一方、九州側は、 鹿児島本線が文字港駅を起点とし、文字駅で山陽本線と合流して、小倉駅へと通っている。文字港駅は当初文字駅という名前で、文字駅は当初大里駅という名前であったが、1942年に改称された。関門海峡を横断する鉄道連絡線の交流図。この図での駅名は、当時の駅名で、大里駅が現在の文字駅、文字駅が 現在の文字港駅である。山陽本線を建設した私鉄の山陽鉄道は、1901年5月27日に、馬館駅6月1日に解消して、下関駅までが全通した。この時点での下関駅は、細江町に所在していた。一方、九州の鉄道網を建設した初代九州鉄道は、これより、前の1891年4月1日に、 文字駅までを開通させ、九州地方一円に順次鉄道網を張り巡らせていった。山陽鉄道ではこの間の連絡を図り、鉄道がまだ徳山駅までの開通だった1898年9月1日から山陽基線商社を通じて徳山文字赤間関の参考館連絡航路を開設した。 鉄道が馬館まで伸びると、山陽鉄道は直営で馬館文字航路を開設し、本州と九州間の鉄道同士の連絡を行うようになった。鉄道国有法により、山陽鉄道は1906年12月1日付で国有化され、関門連絡線も国有鉄道による運行となった。1907年7月1日には九州鉄道も国有化され、 関門連絡とその前後の鉄道はすべて国有鉄道が運営するようになった。関門間を通過する貨物輸送は不当に引き込んだ貨物船に貨車を入れ貨車から貨物を取り出して橋気に積み替え対岸へ橋気を栄光して再び貨車へ貨物を積み込む作業で行われており積み替えの2役費や荷造り費、貨物の破損の損害などは多額に上っていた。 この頃下の関で海運業を営んでいた宮本浩二という人物は若い頃にアメリカに渡って働いた経験があり、その時に現地で鉄道の貨車を船に搭載して運ぶ貨車構想の様子を見たことがあった。そのためこれを日本に持ち込もうと考え、山陽鉄道及びその後継の国有鉄道に出願し、宮本が受け負って貨車構想を行うことになった。 貨車構想では、貨車をそのまま船に搭載して対岸に渡すため、貨物の積み替えに伴う損害から解放され、積み替えの都合上取り扱いが制限されていた、長尺物、石炭、砂利も取り扱えるようになり、連絡時間も大幅に短縮されることになった。1911年3月1日から日本で最初の貨車構想が開始され、9月末日限りで、 従来の積み替えを伴う輸送を全廃した。貨車構想に伴う利便性の向上は著しく、輸送量は構想開始前の半年で、貨車数にしており4762両、上り4762両相当の貨物輸送であったのに対して、構想開始後の半年では下り8987両、上り8823両相当の貨物輸送に増加した。 受け負う宮本は、貨車一両の構想あたりで受け取る、作業量で利益を上げ、国鉄側にとっても宮本に払う受け負い量は、関門間の貨物運賃より安かったため順利益が出ており、さらに荷主に支払う貨物損傷の補填費用が不要となり、貨物輸送の増加や、貨車の両岸での融通が可能となるなど、多大な利益を得ていた。荷主も、貨物の損傷や、 紛失の減少に喜んだ。受け負いに伴う不便もあったため、宮本から設備一切を国鉄が買い取って1913年6月1日付で、貨車構想を国鉄の直営とした。この貨車構想は、九州側では小森へ付近に発着しており、文字に発着する旅客用の関門航路と区別して関森航路と呼ばれた。 文字駅5.6番乗り場の下の関側に設置されている関門トンネル案内板関門海峡連絡交通の構想図このように船舶による関門間連絡が図られてはいたが旅客にとっても一旦船に乗り換えなければならないことは甚だ不便に感じられておりまた悪天候の際には連絡が途絶することも問題視されていた 山陽鉄道が全通する以前の八百九十六年秋に、博多で第五回全国商業会議所連合会が開催された際に、博多商業会議所から関門間の海底トンネルによる鉄道連絡の提案がすでになされていた。鉄道委員総裁の後藤新平は、1九百十年四月に鉄道近代化を目的として業務調査会議を設置し、その一環として、 第四文化で海陸連絡の検討を行った。1911年4月には海峡の最も狭くなる早友の瀬戸で横断する橋梁案の検討を東京帝国大学工科大学教授のヒロインサムに依頼し、1916年3月に報告書が提出された。また比較としてトンネル案の検討を 京都帝国大学工科大学教授の田辺喜太郎に依頼した。田辺は実地調査の末1911年12月28日に関門トンネル鉄道線取り調べ書を提出し、これに基づいて、さらに鉄道院議士の岡野昇が線路選定を行って初般の調査を行い、1913年1月に報告を提出した。 また田辺がロンドンに出張した機会に関門海峡の地質で推定トンネルの建設が可能かの調査を国外で行うことを委託され、帰国後1915年5月に工事は可能であると報告した。広井が設計した橋梁は感知レバー式のもので全長2980フィート、最大士間1860フィート、 海面上のけだした高さは200フィートで、橋の上には標準機の鉄道伏線、電車用の線路伏線、さらに幅12フィートの通路を2本設置する構造とされていた。かつ荷重についても、当時運行されていた機関車では、クーパー E30 で十分であったが、クーパー E60 を想定しさらに3割の余裕を見込んでいた。橋への取り付けは、本州側では、 一宮駅の南700フィートの地点で分岐して10パーミル勾配で全長2.5マイルとなり、九州側では大里駅で分岐して10パーミル勾配で全長5マイルと見込んでいた。総工費は2、142万6、118円と見積もられた。関門トンネル建設予定地を視察する内田信也鉄道大臣関門トンネルの 気候式鉄道省下関改良事務所の解説、これに対して岡野がまとめたトンネル案は大瀬戸を通過するものであった。これは早友の瀬戸では推進が15キロあるのに対して大瀬戸では8キロであり、大瀬戸の方が推定トンネル屈作が容易であるという理由であった。路線は港案とお津案の2案が選定され、 いずれも下関駅の手前の山陽本線328マイル7チェーン地点で分岐して、彦島に、また、彦島南端の他の首から南に、対岸の新町に渡り、鹿児島本線の5マイル76チェーン地点で合流して、小倉駅に至る。港湾は、お津網より水深が一広増加する不利があったが、九州側の線路の取り付けが有利であり、どちらでも大きな優劣はないとした。 この他に、金の玄美崎から赤坂に向かう案も検討したが、水深が浅いという利点はあるもののトンネルの推定延長が長くなり、しかも九州側での線路の取り付けに不利であるとされた。伏線トンネルにした場合、単線トンネルに比べて線路の位置がより低い場所になり、水面下より深い場所を通らなくてはならなくなり、掘削量も増大することから、単線トンネルを前提とした。 走行費は田辺により、単線で約668万6千円、複線にすると約1300万円と見積もられた。この他に、到着した列車を丸ごと船に積み込んで対岸に渡す、都線案を竹崎と文字駅の間、竹崎と大里駅の間、長福市先と奥坊の間の三航路で検討したが、もともと関門海峡は通行する船舶が多く、 しかも潮流が激しいところを縫って、頻繁にこうした船舶を往復させることは困難で、あるとした。また橋を架けてその下に客貨車を運搬する半旗を吊り下げて運航する運搬橋を建設する案も検討され、線路を高い位置に持っていかなくて済む利点はあるものの、両岸の山が高くなっている関門海峡では固定された橋の建設がしやすいこと、固定橋では、 連続的に運行できるのに対して運搬橋では断続的な運行しかできないこと、船舶の運行と支障することに変わりがないこと、そして固定橋と建設費に対さないと見込まれたことなどから不適切であるとされた。こうして比較した結果、トンネルの方が橋梁よりも建設費が安く、その上爆撃を受けると重要な交通路が途絶するという国防上の問題点を抱えずに済む。 ことから、国鉄では、トンネル案を採用する方針を決定した。1919年度から10か年継続で、総額1816万円の予算を計上し、第41回帝国議会での協賛を受けた。そして1919 19年6月から9月にかけて、鉄道院儀士の平井菊松が、連絡線路の実測調査を行い、また、同年7月から10月まで、 および1920年7月から10月までの2回に、渡り、関門海峡大瀬戸の海底地質調査を実施した。ところが、第1次世界大戦後の物価高騰により当初の予算では、トンネルの完成を見込めなくなり、加えて1923年の関東大震災に、伴って、その復旧に資金を割かれることになったことから、1924年の 第50回帝国議会において、大正17年度以降に新規着手する事業は、後年別途予算協賛を得る方針となり、関門トンネル予算は一旦削除されてこの時点では、建設が見送られることになった。しかし、関門海峡連絡の問題は放置することができず、1925年には、鉄道省が再び関門海峡連絡問題の検討を開始し、 疑使応用はマイオスに命じて調査を行わせた。この際にはシールド工法だけではなくチン工法も検討対象とした。この結果、再びトンネル案が最良であると結論づけられ、その工法について、大井上はトンネルの強度が大きいこと、圧気中での作業の必要がないこと、より浅い場所にトンネルを通すことができて、列車の昇降に伴う損失が少ないこと、 建設作業が海峡を通行する船舶に対して、与える支障は十分警備であるとして、人米移行法が適切であると主張した。これを受けて1926年12月17日、将棋により、関門トンネルへの着工が決定された。1927年1月に、下関市に公務局関門派出所を設置し、さらに調査を行った。この調査では、 約80万円の予算を用いて、地質調査、潮流調査、船舶航行状況の調査、測量、そしてトンネル工法の比較検討が行われた。しかし今度もまた、1927年より発生した昭和金融恐慌の影響をもあって、工事に着手することができず、1930年に関門発出所は廃止された。 ところが1931年になると一転して、関門間の貨車構想は激増するようになり、そう遠くない時期に行き詰まることは明らかとなってきた。関門間の鉄道連絡船は旅客輸送にはまだ余裕があったが、貨車構想は限界に近づいており、下関駅構内が境外なため設備の増強余地もなかった。1929年時点で設備と船舶を、 最大限活用した場合、1日168回の運行となり、年間に片道143万トンの輸送が可能であるが、1934年には限界に達するものと見積もっていた。そこで、再び関門トンネル建設の声が上がり、鉄道商工務局は再度研究を開始した。百三十五年五月十七日に、当時の鉄道大臣、内田信也は、 現地で設計を詳細に検討した後帰京し、6月7日の閣議において予算1,800万円、4カ年の継続工事で昭和11年度に着工するとの承認を得た。これに対して九州側の文字紙は、かつて岡野がまとめた他の首新町線では、文字紙を素通りすることになり、文字紙の繁栄に影響するとして、トンネルの経路を文字紙寄りに変更するように求めて、 他の首新町線案への反対運動を展開した。これを受けて、鉄道省内で技術委員会を設けて新たに、弟子町、小森へ線の検討を行った。8月14日からボーリングにより弟子町、小森へ線の地質調査を行い、9月28日に、公務局長、平井菊松の現地調査を経て、11月25日に、 新しい案での建設は可能であると結論を下した。いずれの経路でも一長一短があるものの、弟子町、小森江線は海底区間の延長が約400メートル短く、九州側に旅客駅を新設する必要がなく、また創車場への取り付け場も有利であるとした。こうして技術的な調査に政治的な配慮を加えて、内田鉄道大臣は弟子町、 小森江線の採用を決定した。こうして決定された経路について、関門連絡線新設費の名目で1612万円の予算を計上し、第69回帝国議会において協賛を得た。翌1936年7月15日に、下関市に鉄道省下関改良事務所が設置され、議手の区切宮岩尾が所長に任じられて、 いよいよ関門トンネルに着工することになった。同年9月19日、文字川の現場において、鉄道省の関係者に、山口県、福岡県の県知事、下関市、文字市の市長、第二市や下関要塞司令官も参列して、非公式が挙行された。関門トンネルの建設は、基本的に鉄道省及びその後継省庁の直轄施向で行われ、 下関側の取付トンネル及び文字側の取付トンネルのうち改作工法を採用した区間についてのみ受け負いで実施した。工事実施のために1936年7月15日に下関改良事務所が設置され、以降1939年8月30日に下関工事事務所、1942年11月1日に下関地方施設部と順次解消された。 その参加で、下関側からの工事を担当したのが弟子町、出張所、文字側からの工事を担当したのが小森へ出張所である。受け負いに付された下関側取付トンネルは、マグミ文字側取付トンネル改作広報区間は、大林組みがそれぞれ担当した。ボーリング調査、男性派調査に加えて、 死屈行動を掘って確認された海底部の地質は以下の通りである。下関方死屈行動から100メートル付近までは気力業海岸が,が分布し、そこから260メートル付近までは河口岸となっている。河口岸と気力業海岸の接触部は接触変質しており、接触面から10メートルほどは気力業海岸が,が黒雲も変岩に変化している。河口岸のうち、 200メートル付近は厚さ約20メートルほどの岩が貫入している。260メートル付近から厚さ約15メートルの断層破砕帯があり、そこから先は、歴岩、砂岩、血岩などの水なり岩などとなっている。この地層は420メートル付近まで続き、再び約20メートル幅の断層破砕帯を挟んで、気力業界岩層に入る。この気力業界岩層は、 文字側にある、加工岩層の影響を受けて変質している部分が、所々にあり、また岩の貫入も見られる。文字型に近づくにつれて、次第に岩の方が主体となっていく。910メートル付近からは、加工岩層となり、この層も所々岩の貫入が見られる。鉄道省内に設けられた技術委員会では、トンネルの最急勾配を20パーミルとすることが適当であるとした。 これより勾配を緩くすると、前後の取付線路の接続に困難をきたす一方で、これより勾配をきつくすると運転に必要とする機関車の数が増大して、不経済となるためで、工事費や運転速度、所要量数などを勘案して決定された。ただし、下り線トンネルの試行経験を踏まえて、後に建設された上り線トンネルでは、 思考が困難な下関側の第三期装地帯の突破のために被覆を増す必要があるとして最大25%パーミル勾配が設定された。トンネルの工法は海底下を通常通りに掘っていく普通工法を採用することになり、地質に応じて圧気工法またはシールド工法を併用することにした。これは関門海峡は潮流が激しく船の通行も多い上に、 海底が掘作の困難な岩盤となっていることもあり、海上からの作業は困難であると判断されたためで、ある。単線トンネルと複線トンネルを比較すると、複線トンネルは断面積が大きくなり、断面の直径に対応して海底との距離を大きくしなければならなくなるため、海底下より深い場所を通ることになり、トンネル総延長が長くなるとと,ともに、 前後の既存路線への取り付けに影響する。また、思考自体も単線トンネルの方が、伏線トンネルに比べて容易であり、さらに完成後トンネル内で列車脱線などの事故が発生した場合に、単線トンネル2本であれば、もう1本のトンネルで単線運転をすることができるが、伏線トンネルでは全面的に運転不能となる恐れがある。これに加えて、当面は、 単線の輸送力で十分であったことから単線トンネルを採用することにした。後に必要となった時点で追加の単線トンネルを施行して伏線とすることになった。また当初から電気運転をすることが想定された。地質調査の結果、区間ごとに以下の広報が採用された。なお、以下の記事、図、表においては山陽本線神戸駅起点でのキロほどを用いて、 位置を表記し、例えば 508km881m20 を5 0 8 k 8 8 1 m 2 0と、略記する。キロほどについては、1934年12月1日に、浅里布から串毛浜間で、岩特線が開通してこちらが、山陽本線となったため、関門トンネル着工時点では、 下関駅の神戸起点のキロほどは507.6キロメートル。1942年4月1日付で、実施された下関駅の改めキロ後は507.0キロメートルであった。1944年10月11日に再び、山陽本線の経路は、元の海側を回る線路に戻され、下関駅のキロほどは528.7キロメートルになった。この結果、 例えば1979年作成の資料では、下り線の入り口キロほどは 530k614m となっている。この記事では、工事士に記載されている着工時点のキロほどで一貫して記載する。まず、下関法の取付区間は、地質的にも、その他の点でも、一般的な山岳トンネルと異なるところがないため、普通工法を採用した。 下の関方の海底区間は断層があって複雑な地質であったが潜水艇による調査で海底が岩盤であることが分かり、断水派調査によって各部の港難の程度も分かっていたことからセメント注入で湯水を防止しながら普通工法で掘削することにした。これに対して文字側の海底区間は地質及び被覆の関係上シールド工法を採用することにした。 最初に建設した下り線トンネルにおいては、当初海岸付近に縦庫を設けて、そこからシールドマシンを発進させる計画であったが、敷屈行動においてその付近の地質が予想以上に悪いことが分かり、陸上部での練習を兼ねて、鹿児島本線の東側にあたる 511K870M 地点から発進させることにした。文字側の高校付近は土かぶりが浅く、 鹿児島本線に近接していることもあり、改作工法を採用することにした。土かぶりが6メートルとなる地点からは、戦艦工法を採用した。しかしシールドマシンを発進させた縦工までの最後の約146メートルの区間は、地下に玉石などがあって、戦艦工法の採用は困難であり、議論の結果、木工法が採用されることになった。これに対して、 後に建設した上り線トンネルにおいては、先に建設した下り線トンネルにおいて、悪気広報の採用に自信を得たため、悪気広報の採用区間が長くなり、シールド広報は、海底区間のみに限定された。先に建設した下り線は、508K881M20 地点を入り口とし、512K480M00 地点を出口として、 総延長は3614.04メートルである。トンネル内二十0キロがあるため、両端のキロほどの差より全長が15.24メートル、長い。縦断勾配は 510K772M 地点を最低点として、両側とも20パーミル勾配になっている。下関側の入り口は、東京湾中東朝陽基準とする標高でプラス1.80メートル。 トンネル内最低地点はマイナス36.39メートル、文字側の出口はマイナス1.99メートルの位置にある。当初はトンネル中央付近に2パーミル勾配の区間を設定する計画であったが、トンネル上部の被覆をできるだけ厚くするために途中で変更された。後に建設した上り線は 508K856M10 地点を入り口とし、 1> 5 1 2系4 6 0 m 7 3を出口として、総延長は3604.63メートルである。下り線建設の際に、下関川海底区間の第三基礎断層破最大の突破に困難を極めたことから、この区間について、シールド工法や秋工法の採用も検討されるほどであった。しかしロームや資材の都合上普通工法で突破せざるを得ず、 後に上り線を建設する際には、下り線工事の影響もあることから、海底との間隔が、同程度では屈作の自信を持てなかった。このため勾配を犠牲にして、海底との間隔を広げることにし、510K697M 地点を最低点として、下関側は22パーミル勾配とした。これにより、断層破砕帯においては下り線より約4.5メートル。 低い地点を通過する。最低地点より、文字側では25パーミル勾配を 511K100M 地点まで採用し、以降は下り線と同じ20パーミル勾配で出口へ至る。下関側の入り口の標高はプラス0.75メートル、トンネル内最低地点はマイナス38.4メートル、文字側の出口はマイナス1.99メートルの位置にある。 水平方向の線形は、下り列車進行方向に対して、左に半径600メートルの曲線を描きながら、トンネルに侵入し、ほぼ直線となって、海峡を横断して、文字側で降り列車進行方向に対して、右に半径600メートルの曲線を描いて、再び直線となって出口へ至る。上下線のトンネルの線路中心線間隔は二十メートルであるが、文字側で、 戦艦工法や改作工法を採用した区間はこれより間隔が狭められている。トンネルの断面については、普通工法区間と圧気工法区間は、馬底形の断面で、第1号型断面を水圧に対抗するためにやや、幅方向に広げ、菊ヌギ川線より上で、半径2.6メートルの半円として、地上面での幅は3.5メートルである。 シールド後方区間では、シールドの蛇行を最大で15センチメートルとして、内部の半径を3.0メートル、関辺の厚さを0.5メートルとして外径は7メートルとなった。戦艦広報及び開作後方の区間ではいずれも、トンネル内側で幅4.8メートル、高さ5.75メートルの断面とした。ボーリング調査関門トンネル建設のための、彦島における、 地質調査ボーリング作業関門トンネル建設に、最終手の関門海峡の海底地質調査のための浮き倉トンネルの建設前に、関門海峡の海底に対して、ボーリングにより地質調査を行った。ボーリング作業は、水深が浅い場所では海底に杭を打ち込んで、海面上に足場を仮設し、その上にボーリングマシンを据えて実施した。水深が深い場所では、 従来は船やポンツーン上にボーリングマシンを据え付け、作業位置に仮を入れて固定して実施していたが、関門海峡の潮流は激しく、到底一箇所に浮き足場を固定することはできなかった。そこで空気タンクを備えた鉄筋コンクリート製の矢倉を建造し、タンクに圧縮空気を入れた時は海上に浮き上がって、目的地まで船で栄光することができ、 タンクから空気を抜くと海底に着底して、矢倉の上部が作業用の足場となるようにした。高さは約20メートル、重量約480トンある矢倉で、一箇所でのボーリング作業完了後は、海峡の海流が向きを変える時間帯を見計らって、空気タンクに空気を送り込んで浮上させ、新たな作業地点へ,へ移行した。 ヤグラは三菱造船彦島工場で製作された。作業に使ったボーリングマシンはスウェディッシュロックドリリング製のクレリウス式 A、B 型で当初は日本国外から雇い入れた技術者の指導を仰いでボーリングを行った。1919年から1920年にかけての調査では他の首新町船の計画経路に沿って4カ所のボーリング調査を行った。 続いて1927年3月23日から1929年7月20日までかけて、対象時代の調査とはやや異なる経路で19箇所に及ぶボーリング調査を行った。さらに1935年8月13日から11月28日にかけて、出島地、小森江線の経路を調査するため、下関川陸上2箇所、海底7箇所、 文字川陸上6カ所の合計15カ所で、ボーリング調査を行った。この際海底ボーリングには、前回の調査後上沖の山炭鉱に、譲渡されていた矢倉を借り受けてきて使用した。この際は、他の首新町線との比較であったため、実際の弟子町、小森江線経路上での海底ボーリング調査は4カ所であった。男性派調査男性派調査のための、 海上爆破作業ダイナマイトによって人工地震を起こし、その振動を地震計で記録し分析することによって地質を推測する男性派調査も実施された。1936年10月から12月にかけて東京帝国大学地震研究所及び鉄道省大臣官房研究所本省建設局の3社によって海底部の男性派調査が実施された。 船からダイナマイトを海底に沈め、爆破と同時に、無線でそれを通報し、出島と小森へに備え付けられた、地震計でその揺れを計測した。また、岩流島と文字の防波堤上のトランシットを用いて、船の位置を測量して、爆破位置を確定した。地質が硬いほど弾性波は速く、加工岩や岩、変成岩などでは、秒速5トルを超えるが、柔らかい岩石では、 秒速 3km 程度、風化体や土砂では、秒速 1.5km 程度であり、測定された男性波速度から各地点の地質を特定した。また、下関方の取り付けトンネルにおいても、1938年3月6日から月末にかけて男性波調査が行われ、トンネル高校から約 500m の地点に大きな断層があることが発見された。一方、 水中微動計を用いた調査も実施した。海底に微動計を沈め、文字型四屈行動内のダイナマイトを爆破して、その振動を計測するもので、1939年2月6日から3月5日にかけて実施した。しかし、四屈行動において、ズリを運搬するトロッコの振動が伝わるため、校内の作業を打ち切るタイミングと海上の潮流が収まって、 測定に好都合なタイミングを一致させなければならず、船と港内の連絡がうまくいかないために測定は困難で途中で打ち切られた。そのため、下関方で微動計を用いた調査を6月9日から36日間に渡っていった際には、敷屈行動ではなく海底にダイナマイトを据え付けて観測を実施した。これにより、510K540M 付近に 幅約15メートルの断層破砕体が 510k700m 付近から先に軟弱地帯があることが判明した。潜水艇による調査関門海峡の海底調査に用いられた西村式潜水艇関門海峡の潮流は早く海底に氷査があるとは考えられなかったが念のために西村深海研究所所有の西村式潜水艇を用いて 海底の調査を実施した。西村式潜水艇は、下関市出身で当時は、東京で水産業を営んでいた西村一松が開発したもので、全長10メートル弱、幅2メートル21トンあり、距離や水生植物の観察を目的としたものであった。この潜水艇を借り受けて、海底の調査を行うことにし、ズル半島から十七日かけて、母船の 第六松丸に栄光されて、関門海峡へ到着した。潜水艇は、操縦士の他には二人が乗れるだけの大きさで、3000ワットの電灯で照らされる海中を小さなガラス窓から観察した。海流があるときは先行できないため、調査は天竜時の30分ほどに限られた。1937年1月15日から2月2日までかけて、 潜水艇による海底調査を実施し、事前の予想通り評査はないことが判明した。下関方地上設備関門トンネルの建設工事用に用意された空気圧縮機下関方の作業場所は、彦島の弟子町に建設された。1937年1月6日に、現地の民家を借り受けて弟子、町見張り所が設置され、 初建物類の建設を行って8月下旬に、竣工した。各種の倉庫、労務者の宿舎、機械類の修理工場、削岩機修理工場、木工所、コンクリート混和設備などが建設された。セメントや釣りの運搬には、川崎車両製の蓄電知識機関車を4両使用し、機関は、校内、構外ともに 610mm とした。 現地付近の海底が浅く春節も困難であったことからズリを船舶で運び出すことは困難とされ現地付近でズリを処分することになった当初は出張所敷地内の建物用地の埋め立て造成にズリを利用しそれが完了すると出張所から約600メートル離れた水田を埋め立てる契約をして捨て場とした校内で消費する圧縮空気を供給するために 空気圧縮機を設置した。日立製作所製150馬力のものを3台設置したが、次第に空気消費量が増大したため、インガーソルランド製の150馬力のものと75馬力のものを順次増設した。また縦港にはエレベーターを設置した。縮屈行動用の縦港エレベーターは三菱、電気製で、昇降距離55メートル、最大荷重3トン。 電動機30馬力であった。下り専用の縦高エレベーターは、ロットンの能力のものが必要と計算されたが、当時日本ではこの規模のものの製作が難しかった。しかし為替の都合などから輸入も難しいとされたため、三菱電機が新たに開発を行って、当時の日本で最大規模のエレベーターを完成させた。 昇降距離39.44メートル、最大荷重6トン、電動機60バリー機のものを2組設備した。上り専用には、下り専用のものを移設して使用した。弟子町出張所は離島の彦島にあり、当時は民間の小船舶が本土との間を運航していたが、少しのしけでも欠航して不便な状態であった。 機材の運搬は船によらなければならなかったので、弟子町出張所の海岸に桟橋を建設し、運用した。文字型地上設備文字型の作業場所については、四屈行動への盾行を鹿児島本線より海岸側に設置した。当初は四屈行動盾行付近に本線用の盾行も設置する予定であったが、四屈行動用盾行の地質が予想外に悪かったこともあり。 縦港の位置を鹿児島本線より内陸側に変更することになった。そこで当初は私屈行動縦港付近に仮設備を配置し、後に一部を本校の縦港位置付近に移設した。私屈行動用縦港以外の文字出張所の建物類はほとんどが鹿児島本線と国道に挟まれた土地に建設されることになった。 こちらにも下関法と同様に各種の倉庫、修理工場、コンクリート混合設備などが建設された。シールドトンネル内では、主に川崎車両製及び日立製作所製の蓄電知識、機関車を用い、機関は 610mm であった。大里駅から文字出張所内へ専用線を付設し、工事用臨時列車を文字鉄道局に委託して運行して、 ズリの搬出作業を行った。専用船内の入れ替え作業は現場の担当であったため、入れ替え用軽便機関車を15トン機と10トン機の2両準備して使用した。ズリは文字操車場に運搬して森土に使用した。文字側でも下関側同様に校内で消費する圧縮空気を供給するための空気圧縮機を設置した。敷く工同様には、 インガーソルランド製75馬力のものを2台設置し、本線用には主に、シールドマシンの動作のために、日立製作所製150馬力3台、インガーソルランド製400馬力6台、日立製作所製400馬力2台と多数の空気、圧縮機を設置した。また、四屈行動用及び下り線用にそれぞれ、縦小エレベーターを設置し、上り線工事時には、 下り専用のものを転用した。小森への海岸付近にも、桟橋を造成して使用した。シールドマシン関門トンネル下り専用の、シールドマシンの断面図関門トンネル下り専用の、シールドマシンの側面図関門トンネル用の、シールドマシン,ン,シマシン前述したように、文字型海底区間では、シールド工法が採用された。シールド工法は、1825年からの、 テムズトンネルの建設工事に初めて用いられ、欧米諸国で次第に発展して普及したトンネル工法であった。日本では1919 19年に、上越本線折渡りトンネルで初めて、横川橋梁製のシールドマシンを使った掘削が行われたが、予定の300メートルを掘削できずに推進不能となり、その場で埋め殺しとなった。また単なトンネルの建設工事の際には、 水抜き工の建設のためにシールド工法を採用した実績があった。このようにシールドトンネルの技術は日本では未熟であり関門トンネルの工事においても当初は日本国外の業者に受け合わせるか機械を輸入して専門の技術者を招聘するという意見も根強かった。しかし単なトンネルの工事を経験してトンネル工事の技術に 日本の土木技術者が自信を持つようになってきていたことや軍事庁重要な要塞地帯であった関門地区の鉄道建設に対して日本国外を関与させることが望ましくなかったことから日本の技術でシールドマシンを製作して工事を行うことに決定した。シールドマシンの設計は村山北郎が担当した。村山は1935年に 京都帝国大学土木工学科を卒業して、鉄道省に入省した若手土木技術者で、主にアメリカ合衆国で発行された技術文献を参考にシールドマシンの設計に取り組んだ。設計されたシールドマシンの本体は三菱重工業、シールドジャッキは神戸製鋼所、関編は久保田鉄鋼所が担当して製作した。シールドマシンは初期には 様々な形状のものがあったが、関門トンネル工事の時点では諸国とも円形断面のものがほとんどであり、関門トンネル用のシールドマシンも同様に円形断面を採用した。セグメントリングの外形は7メートルであり、各国の例を参考に22ミリメートル厚の鉄板3枚を重ねたビブを採用し、またセグメントリングに対する余裕を50ミリメートル見込んだため合計して、 シールドの外径は 7182mm となった。ビブの長さは、下り専用について、関辺2個分の 1500mm に余裕 250mm、シールドジャッキの靴の長さ 310mm、関辺とシールドジャッキの間の余裕 50mm として、合計 2110mm とし、上り専用については、 関辺2個分を 1600mm に余裕を 200mm、関辺とシールドジャッキの間の余裕を 100mm とした、ため合計 2210mm となった。ジャッキ本体部の長さは上下線とも 1700mm、この先に地山に食い込む、八重口が設けられ、また作業員が安全に作業できるように上部は、ひさし状に伸ばしたことから、この部分の長さは、 上部で1 6 0 0ト、mm、ル下部で8 0 0、mm、トルとされた。この結果、シールドマシンの全長は、下り専用で、下部5 0 1 0ト、mm、ル上部5 8 1 0ト、mm、ル上り専用で、下部5 1 1 0ト、mm、ル上部5 9 1 0ト、mm、ルとなった。総重量は約200トンである。シールドマシンを推進する、シールドジャッキは200トンの能力のものを、 下り専用で24本、上り線で22本装備した。イギリス、アメリカ、フランスなど、シールドトンネルの試行実績のある国の例を参考に、研究して、推進能力を設定した。常用水圧は 400kg、平方センチメートル、シリンダー有効直径は 250mm、最大小ほど 1110mm であった。また、シールドマシン内部の作業床の出し入れをする。 可動床ジャッキと山止めに使用する山止めジャッキを装備した。また水圧動作で肝片を組み立てる艦型組み立て機を装備した。小規模のシールドマシンでは人力でセグメントを組み立てる例もあるが関門トンネルの規模では機械力によるのは必須であった。シールドとは別に移動式の組み立て機を用意する例もあるが関門トンネルではシールドに固定された組み立て機を 採用した。また、電力によって動作する組み立て機の実例もあったが、他のジャッキ類がすべて水圧動作であるため、水圧式の組み立て機を採用した。組み立て機は、伸び縮みするアームを回転させられるようになっており、管辺をアームの先で掴んで固定して、所定の位置へアームを回転させ、アームを伸ばして、トンネル壁面の所定の位置へ管辺を据え付ける動作をした。 シールドトンネルにおいて壁面を形成する復興は関辺と呼ばれるブロックを組み立てて構成し、さらにその内側に第二次復興としてコンクリートを巻き立てることが普通である。関辺の組み立てはシールドマシンのビブ内側で行われ和間を構成した後シールドジャッキをリングに押し当ててシールドマシンの推進を行う。第一次復興として組み立てる関辺の材料は 木材、コンクリート、鋼鉄、中鉄などの種類があるが、関門トンネルにおいては、結果的に中鉄を採用し、後に、鉄材節約の目的で一部に、鉄筋コンクリート製の管片を採用した。和管は、外径7メートルで、一つの和管を構成するために、A 型9個、B 型2個、K 型1個の合計12個の管片を使用した。A 型は、通常の片で、 トンネル断面方向から見ると線形になっており、これに対して B 型は隣に K 型をはめ込むために一方の端の傾きが逆になっている。K 型は A 型と B 型をはめ込む作業が終わった後に最後に挿入して和感を完成させる部位に使うものである。トンネルの進行方向を調整するために間辺の長さを変えた異形間辺も用意された。 間辺の外周部における円周方向長さは A 型で 1969.2mm、B 型で 1989.2mm、K 型で 288.2mm であった。また間辺のトンネル長方向の長さはシールドジャッキの繰り出し長さに影響するため、下り線トンネルにおいては、 身長を期して7 5 0ト、mm、ルとし、地震を得たため上り線トンネルにおいては8 0 0、mm、トルとした。関辺の厚さは2 8 0ト、mm、ルあり、1個の重量は約1トンであった。関辺の総製作数は約1万3000個に上った。ただし、上り線トンネルの陸上部においては、鉄材節約の目的で一輪間の重量を約4割、 減らした薄型の管片を10組分試作して使用した。同様に、鉄筋コンクリート管片も製作され、1個の重量を1トン以内に収める目的でこの区間については一輪管を13、管片で構成した。鉄筋コンクリート管片は破損しやすく、組み立てた後のは関係上の修正が困難で形が狂いやすいといった欠点があり、 上り線トンネルにおいて17輪間のみ施行された。関門トンネルでは、シールド工法に、圧気工法を併用したため、シールド工法区間の端に隔壁を設けた。想定圧力は40本ロジ枚マイ平方インチとした。隔壁の直径は6.44メートルで、想定圧力の時、約920トンの力を受け、厚さ3メートルのコンクリートで隔壁を構築した。 この隔壁を通過するために機構を3組装備した。材料機構は、大型材料や資材運搬のトロッコを通過させるための機構で、運搬車の幅0.98メートル、高さ1メートルに対して、開口部を1.3メートル、1.55メートルと、し、機構内径は2.48メートル、長さは11.8メートルであった。トロッコの線路は、 扉の開閉の度にはめ外しを行う必要があり、空気ピストンを利用した仕組みを準備した。作業員機構は作業員を通過させるための機構で、40人を収容できるものとして、長さ 7800mm、内径 1780mm のものを設置した。非常機構は、校内の噴発や火災の事故に備えて作業員の避難用としたもので、 長さ 8800mm、内径 1780mm あり、事故に備えて常時校内側に扉を開けた状態にしてあった。また非常機構の校外側 2070mm の位置で区切って扉を設けてあり、少人数の出入り用の職員機構としても使えるようにしてあった。電力供給関門トンネルの工事ではシールド工法及び 発揮工法を採用した区間があるため、常時多量の電力を必要とし、空気圧縮機や排水ポンプが停止する事故は避けなければならなかった。このため周辺の変電所や余剰電力の状況を調査して電力供給の計画を立てた。第二次世界大戦後の日本では地域別に商用電源周波数の統一作業が進められ、 九州地方では6 0ルツ電源へと統一された。しかし統一作業が実施される以前は、北九州地区は5 0ルツで電力供給されており、下関側の6 0ルツと周波数の相違が存在していた。そのままでは、機械の運用上不便で、私屈行動貫通後に、双方の工事現場を単一配電にして、電力の融通を図ることができなくなるため、 下関側の変電所に周波数変換器を設置して工事現場はすべて 50Hz の電源に統一することにした。下関側は山口県電気局、文字側は九州電気軌道が電力供給を行った。山口県電気局側では電力は前高力発電所から彦島変電所を経由して 3300V で充電し、 工事再生期には1 0 0 0ットの消費を見込んだ。九州電気軌動側では、当初は大里変電所と文字第二変電所からの受電を想定したが、最終的に小倉火力発電所及び大門火力発電所から特別高圧送電線を経て、鉄道省の小森江変電所で受電する方式を選択し、大里変電所及び文字第二変電所からの受電は、 予備電源とすることにした。3 3 0 0トで現場へ供給し、工事再生期には2 0 0 0ットの消費を見込んだ。下関側は、彦島変電所からの1回線のみであるため、停電に備えるためにディーゼルエンジンによる、非常用の発電所を受電設備に併設することになり、鉄道省営の弟子町発電所とされた。 非常用発電所はどうしても停電を避けなければならない設備である排水ポンプ、エレベーター、構内電灯に限って電力を供給できる容量で設計することになり余力があるときに空気圧縮機やセメント注入などの設備に回すこととされた。試算の結果最小限維持する必要がある設備の電力消費は1 9 1ットとされたため 2 0 0ットの発電機及びを含めて2機設置した。ディーゼルエンジンは、池外鉄鋼所製、発電機及び、配電盤は、富士電気製、付属ポンプ類は、エバラ製作所製であった。関門トンネル敷屈行動の、断面図関門トンネル敷屈行動の、屈作進捗図関門トンネル敷屈行動の、屈作産業関門トンネルの、敷屈行動関門トンネル敷屈行動における、 セメント中入用バルクヘッド東京の鉄道省大臣室から関門トンネル敷屈行動の貫通葉っぱの信号を送る前田米蔵鉄道大臣初藩の地質調査によりある程度海峡の地質は把握できており小規模の行動であれば掘ることができるという自信を得たため本線行動より深い場所に敷屈行動を先に掘削することにした敷屈行動は 本校掘削の前に、あらかじめ地質を確認して、本校の施行計画を立て、必要に応じて、セメントの注入作業を行い、また本校工事の際の排水路となることを目的としていた。さらに可能であれば、敷屈行動から本校に取り付いて、掘削箇所を増やすことで工期を短縮することも狙い、本校完成後は、電力、通信ケーブルを収容し、排水路とすることも、 目的としていた。この敷屈行動は、取材の新聞記者により、豆トンネルという愛称が付けられた。敷屈行動は、下関方、文字方それぞれで縦坑を掘削し、そこから海峡を横断する形で建設されている。本港が両側から海峡中央付近へ下っていく線形をしているのに対して、敷屈行動は、縦坑の位置が最も低くなっており、 両側から海峡中央へ向かって登っていく線形となっている。これは本港工事中の湧水を敷屈行道に落とすことで水が敷屈行道両端に自然に流れてそこからポンプで排水ができるようにするためである。下関方の建港は1937年1月に弟子町出張所を開設するとすぐの1月7日に掘削工事を開始し7月に 掘削工事完了、11月5日に竣工した。縦工の内径は4.2メートル、深さは55.14メートルであった。工事は素掘りであり、ダイナマイトで葉っぱをかけて、ズリを運び出して、次第に下っていった。復興は、途中3カ所に足をつけて、そこから上部へ施工していく方法で実施した。掘削量は2250立方メートルで、 延べ人員6,030人を使用し、復興量は650立方メートルで、延べ人員3,040人を使用した。文字型の縦工は、1936年10月7日に着工したが、予想以上に地質が悪くて難航し、1937年6月には、近隣火災のために出張所の建物が、類焼するという被害もあり、 縦坑すべての竣工は1938年6月5日となった。思考の都合上、縦坑の内径は上部で5.2メートル、下部で4.2メートルとし、当初は深さは43.5メートルの予定であったが、行動縦断勾配の変更に伴い45.8メートルになった。当初、地表から8メートル付近まで素りを行い、以降、 井筒工法に切り替える予定であったが、地質の悪化により、地表から6.2メートルで素彫りを打ち切って、井筒工法に切り替えた。井筒は、内径5.2メートル、外径6.4メートルの鉄筋コンクリートで、1回に3メートルずつ、沈下させた。しかし、約300トンの荷重をかけて実施した8回目の、沈降途中に井筒に亀裂が入り、 深さ24.5メートルの位置で、井筒工法は打ち切られた。以降は再び素彫りに切り替えて掘削し、1937年9月30日に予定の45.8メートルまでの掘削を完了した。掘削行動は全長1322メートルで、勾配は当初両側から2.5パーミルを予定していた。しかし相当の流水が想定されたことから、 勾配をきつくして7パーミルに変更した。工事中に下関方の行動で崩壊事故が発生して進行が遅れた結果、貫通点が変更され、文字方の勾配は途中で5パーミル、さらに3パーミルへと変更した。敷屈行動内は、期間6 1 0ト、mm、ルの資材運搬線路を伏線で付設しさらに内径5 7トルの換気管を設置するものとして、 幅2.5メートル、高さ2.5メートル、上部を半円形とした断面で施工した。下の関方からは、縦坑が完成するとすぐに1937年11月18日から、坑道の水平掘削を開始した。当初は、流水は少なく、全断面掘削で順調に進行した。途中、ボーリングにより、前方の地質を探りながら進行した。 やがて断層破砕帯に差し掛かる湯水量も増加したため、セメント注入を繰り返しながら前進するようになった。次第に湯水が増加し、地質が軟弱となってきて、復興作業を急いでいた1938年10月4日4時頃、416メートル地点において突発的に、濁水が噴出し、土砂が流出し始めた。作業員を非常固集して、 流出防止の土留めを設置し、次第に流水が減少したこともあり、崩壊量は約60立方メートルで済み、10月8日までに391メートル地点に厚さ3メートルのコンクリート核壁を建設して、残りの埋め戻し作業を行った。以降、ほぼ2ヶ月かけてコンクリート核壁内にセメントの注入作業を行った。 セメント注入量のあまりの多さに海底を調査したところ、セメントの噴出物が固まった形跡が海底に見つかるほどであった。1939年1月から掘削作業を再開して、セメントの周りもよく無事に元の掘削地点を通過し、土圧が大きくなるたびにセメント注入を実施して掘削を推進した。文字型からは、 1938年4月26日から、行道の水平掘削を開始した。縦高から230から400メートルの間は、有水量も多く2段掘りにしたが、それ以外の区間は、地質は良好で、全断面掘削で順調に進捗した。1939年4月に入ると、双方とも順調な掘削状況となっていた。ちょうどこの頃、内務省により、 国道関門トンネルの敷屈行動も早ともの瀬戸で掘削が進んでいた。4月6日の時点で内務省の国道トンネルは残り79メートル、鉄道省の鉄道トンネルは残り189メートルとなっており、世間では国道トンネルの方が先に貫通するものと見ていた。しかし国道側は地質の悪い場所に差し掛かって進捗が鈍っており、鉄道側では 下関川、文字川で進行量の大きかった現場に日東の1割増しを行うとして猛烈な巻き返しを図った。双方の現場を合わせて1日の掘削距離が19.3メートルに達する日も出た。4月17日夜半、残り約10メートルの段階で文字川からボーリングにより穴が通り、その後、下関川から掘削を進めて残りを1メートルとした。 4月19日10時、東京の鉄道省大臣室から前田、米蔵鉄道大臣の伝令を合図に、最後の発破を行い、四屈行動は貫通した。下関縦工中心から569メートル、文字縦工中心から753メートル地点で、双方の行動のずれは水平に405ミリメートル、垂直に182ミリメートルであった。 国道の敷屈行動が貫通したのは、鉄道に遅れること1週間であった。文字型の敷屈行動は7月31日、下関型の敷屈行動は8月5日に竣工となった。本線トンネルの工事に利用した後も、排水に利用するために敷屈行動は修築の上、損地された。すべての排水ポンプが機能を停止したとしても、本校より低い位置にある。 死屈行動に水を流すことで、本線トンネルの浸水まで時間を稼ぐことができる。この当時計測されたトンネル内の有水量に加えて、トンネル外の雨量が1時間に30ミリメートルの時にポンプ所に到達する水の量は、下関川2.46個、文字川0.17個となり、死屈行動が満水になって、上り本線の基上面まで水が達し、 より高い位置にある下関側の最後のポンプが浸水して運転不能になるまで17時間かかる計算とされた。こうしたこともあり、第二次世界大戦後も引き続き敷屈行動の集築工事が行われ、二次復興の施行、不要な退避所の埋め戻し、復興裏側への豆砂利、セメント、火山灰などの注入作業が実施された。敷屈行動が 全体の5分の1程度までしか掘削が進んでいない時点で本トンネルの掘削にも着手することになった。海底トンネルという特殊な環境下での工事で慎重な推進を求める意見も国鉄内部にはあったが戦時下でもあり軍部から工事促進への圧力もかかっているという事情があった。下り戦士の席型縦交換もトンネル下り専用に 出島地に設けられた縦孔下の積方縦孔は510、計 271M 地点に設置し、海底部の地質が予想以上に悪く将来、シールド工法を採用しなければならなくなった場合に、備えて、シールドマシンの部品を通せる寸法を考えて、内径を7メートルとした。地表面から約15メートルまでは、花崗岩の風化体、それ以下は硬質な花崗岩であった。 流水により作業を妨げられないように、あらかじめ 100mm 系の水抜き口をボーリングしておき、これを敷屈行動縦口から建設した横穴に連絡させて水を抜くようにした。1937年11月日常部のエレベーター設備から準備を開始し、12月1日から掘削を開始し、翌1938年2月28日に、 縦港底部まで到達した。竣工は5月31日である。下り線下の関片取付部下り線の下の関方、陸上取付部は、入り口から下の関片縦港までの1405.14メートルで、普通の山岳トンネルと同様の施行を行った。地質は、入り口から約900メートルが岩及び風化した、気力業界岸残りの、 約500メートルが硬質な気力業海岸であった。流水はそれほど多くないと予想されたが、入り口から下り勾配で建設するのは困難であると予想され、入り口付近にはズリの捨て場として妥当な場所もなかった。一方で縦港から掘削すると海底部の工事と競合することになることから、結局 509k580M 付近に車高を建設して、 ここから工事に着手することになった。海底部分はその性質から鉄道省の直轄施向であったが、できるだけ直轄施向は少なくする方針であったため、取り付け部は幕見みの請負い工事とされた。ただし、縦坑から5 0 9八8 8 0 m までの約400メートルについては、海底区間の施向方法の試験などに用いるために直轄施行とすることになり、また、 そこから車高までは排水のために定設しるべこをのみ直轄施行とすることになった。下関片取付部は1938年5月3日に着工した。まず、杉田車高を 509K580M 地点に下り列車進行方向に対して右側から本線に直角に建設した。勾配は2分の1で幅4メートル高さ3メートルの断面とし、 松丸太市の四歩行を用いて掘削して1938年10月に完成した。なお、杉田社交は本線トンネル完成後に土砂で埋め戻した。1938年10月1日から社交から下関方入り口へ向けて汁べこう屈作を開始し、10月28日には下関方入り口からの汁べこう屈作も開始した。 1939年5月20日に、入り口から263メートル、車高から708メートルの地点で貫通した。また車高から縦高へ向かっては、車高から約90メートル掘削した時点で、縦高側から直轄で掘削してきた、定説シルベ港と1938年12月23日に貫通した。以降、定説シルベ港を本断面へ切り広げ、 復興を実施した。復興産業中、1940年2月15日12時45分頃ろに 509K126M 付近において、延長約36メートルにわたって、約1000立方メートルの土砂が崩壊する事故が発生した。崩壊の数日前から降雨が続いて、付近一帯の地盤に緩みが生じ、切り広げ工事により平行を失って崩壊したものと、 推定された。作業員は出校中であったため人的被害はなかった。この区間の突破作業には65日間を要した。下関片取付部の工事に伴い、地下水位が低下して、井戸が枯渇する被害が発生した。このため、下関市に委託して、水道の工事を行うとともに、見舞い金を支払った。また、地下水位低下に伴って土地が、 乾燥陥没をきたして家屋が傾くなどの被害も、生じ、見舞い金と復旧工事費を支払った。下関片取付部は、1940年6月28日に、竣工となった。屈作土車両約3万2千立方メートル、復興コンクリート量約9400立方メートルで、受け負い金額は57万7千円であった。 下り線下の関方、海底部関門トンネル下り線トンネル、下の関方の掘削現場下の関方海底部は、下の関方縦港から873メートルの区間を施行した。敷屈行動による地質の確認で、海峡中央付近は地質が良好であるが、両側付近は地質が悪いことが分かっていたため、後期の短縮のために敷屈行動から、 複数の車庫を建設して本校へ取り付き、地質が悪いところも良いところも並行して何箇所もの、現場で同時に施行できるようにした。下の関方海底部において、私屈行動との間で、連絡車庫は4箇所に掘削され、起点側から順に第1から第4と番号を振られた。私屈行動掘削結果から 510K500M、700M は、 第三基礎地帯で工事が相当困難であると予想されたことから第一車高はその手前の地質が良好な 510K460M 付近に建設された。この第三基礎は全長が200メートル以上あり片側だけからは地質の確認が困難であったため 510K800M 付近に第三車高を設けた。その後実際の 第3基装地帯の掘削に際して、さらに時間を要することが判明したため、第3基装地帯の中で、最も地質が良好と考えられた 510K580M 付近に、第2車高を設けた。また、第3車高からシールド後方終点までの長い距離の指向には、相当な日数を要することから、さらに 511K 付近にも第4車高を設けた。 なおこれらの車高は、本線トンネル完成後に埋め戻された。縦高と第一車高の間は、縦高側から1938年7月に、定説シルベ港に着工し、12月に第一、車高側からの定説シルベ港と貫通した。第三車高の先は1939年7月12日に、文字法へ向けて、定説シルベ港を着工し、 途中断層破砕帯でのセメント注入を行いながら、10月23日に第四社校側へ貫通した。また第四社校から文字法への定説シルベ校は1939年9月25日に着工し、途中労働者不足のため半年ほど休止期間があったが、1940年8月17日に文字側からのシールド工法終点と予定していた511。 K100M 地点に到達した。その後も普通広報区間をできるだけ延長することを目的として工事を進めたが、11月18日に 511K114M80 まで到達して中断した。いずれもシルベコを貫通後に前段面への切り広げを行い、復興を行った。最難関となる第1車高から第3車高までの第3基礎区間については、 掘削前にコンクリートで隔壁を作り、ボーリングで穴を開けて、中にセメント注入を行って、地質を改良してから前進することを繰り返した。セメント注入に、おおむね1ヶ月、その後の10メートル掘削に、おおむね1ヶ月と、2ヶ月かけて10メートル前進する作業を繰り返していった。第3基礎となる、約260メートルの区間に対して、 注入されたセメントは 50kg 入りセメント袋にして151,531袋に達し、1938年10月から1940年4月までの1,131日を費やして突破した。下り線トンネル、下の関方海底部は、1938年6月25日着工、1942年3月31日竣工となった。 下り線文字型、縦交関門トンネル、文字型縦交の建設用の先管下り線トンネルの文字方の縦交は 511K870M 付近に建設した。この付近は軟弱な地盤であったことに加え、使用する設備が後にシールド広報区間に利用できることから先管広報を採用した。先管広報は箱状の構造物の下部に 機密性を持った作業室を設け、ここに空気圧をかけて、湯水を防ぎながら掘削し、ケーソンを所定の深さまで沈めていく工法である。深さは約24メートルあり、内部でシールドの発進をできるように考えて、内部寸法を10メートル9メートルの区形とした。1938年1月7日に着工し、同年12月6日に竣工した。 文字型改作工法部下り線トンネルの 512K216M から出口の 512K480M までの延長264メートルの直線区間は改作工法で施行した。大林組による受け置い工事で施行され、掘削29,732立方メートル、 マイレー8360立方メートル、鉄筋コンクリートの施行6834立方メートルで、金額は32万2000円であった。下関型取付部や海底部は、単線トンネル2本を別に施行したが、文字崩壊作部は当初から複線分のトンネルを建設した。断面は幅4.8メートル、 高さ5.75メートルの箱型の単線トンネルを横に2本並べており、両方のトンネル間にある壁は0.6メートルの厚さがある。工事は、まずトンネルの両側に13.3メートルの間隔で、鉄や板を打ち込み、焼板間の土砂を掘削して、内部に鉄筋コンクリートでトンネルを施工した後、上部を埋め戻した。開後間を、道や市道が横断していたため、 工事中の交通を遮断しないために仮設の橋を作って付け替えたほか、幅2.7メートルの川もあったため近くの別の川まで付け替えを行った。1939年12月12日に着工し、当初は20ヶ月の工期を見込んでいたが、労働力の不足や資材の入手難により遅れて、1942年5月24日に竣工となった。文字型。 戦艦後方部関門トンネル、文字型、戦艦後方区間の戦艦の配置図下り線トンネルの 512K016M、50から 512K216M までの延長199.5メートルの区間は戦艦後方で施行した。起点側は下り列車進行方向に対して、右に半径600メートルの曲線を描いている区間で、終点側で直線となる。 合計7機の戦艦を沈降させて構成しており、最も起点側の1機のみが単戦用の戦艦、残りの6機は上り戦用の空間を含む複線用の戦艦である。複線用の戦艦には下関側から第1号、第6号と番号が振られている。起点側では上下線の中心間隔は8.5メートルあるが終点側に行くにつれて、 次第に低減していき、中心間隔が5.4メートルになったところから、上下線が平行となる。戦艦の沈降は6号、2号、4号を先に行い、その後、1号、3号、5号の順で沈降させた。戦艦同士の間隔は1メートルあり、当初はこの間に、地表から焼いたを打ち込んで素掘りをする予定であったが、圧鬼工法に自信を得ていたため、 悪気広報を併用してこの間を掘り抜く工事を行った。戦艦広報区間は1939年2月13日に着工し1942年5月15日に竣工となった。下り線文字型、悪気広報部下り線トンネルの5 1 1系8 7 5 m 5 0から5 1 2系0 1 6 m 5 0までの 延長141メートルは、悪気工法で施行した。この区間では、当初は、戦艦工法の採用を予定していたが、局績が埋まっていたことや、深部の風化が進んでいないことなどから、戦艦工法採用の最終欠点ができず、水抜き工を掘削して、地下水位を低下させれば普通工法で掘れるのではないかとの意見が出て、水抜き工を掘削する方針に変更となった。 水抜き工を普通工法で単純に掘り抜くことはできないと考えられたため、圧気工法を採用することにした。この区間に着手した時点で、文字型縦工の井筒は、沈工済みで蓋を外してエレベーターを設置する工事が始まっていたため、縦工側から圧力をかけた状態で掘削を開始することはできなかった。一方、終点型にある戦艦工法で沈工させた。 単線戦艦には、圧気をかけて、作業をするための設備が整っていたため、これをそのまま利用して、戦艦側から建港へ向けて、水抜き港を掘削することにした。水抜き港は、本線トンネルの至高基面の下3メートルの位置に掘削された。この水抜き港は、順調に掘削されたものの、透水性に乏しい粘土質の地質であったためか、港内の減圧を行っても、 あまり地下水の排水ができず、地下水位は思うように低下せずに、水抜きの試みは失敗に終わった。しかし水抜き工の掘削により、圧気工法の採用に自信を得たため、本トンネルの掘削も圧気工法で行う方針に切り替えた。作業はいただ季節シルベコ先進で進められ、当初は構成アーチの四方工を立てていたのが、予想以上に地質が締まり、 ドアもほとんどなかったため、木製アーチの四方向に切り替えた。42メートルまで掘削した段階で、それまで中断していたシールド後方区間で、シールドが再発進することになり、そちらに労働力を回すために1ヶ月ほど掘削を中断した。シールドが順調に再発進したため余力を得て、悪紀後方の区間も再着手することになり、それまでの経験から、 十分な自信を得たため、全断面掘削に切り替えた。水抜き工は、本工の工事を終えた後に埋め戻した。圧気工法区間は、1940年11月1日に着手し、1942年3月31日に、竣工となった。下り線文字型シールド工法部関門トンネルにおける、シールドマシンの組み立て作業稼働中のシールドマシン。 右側の線形のものが艦編で、それを動かしているアームが、艦型組み立てシールド後方部は、文字砲の縦砲である 511K870M 地点から海底部へ向けて発進し、当初は 511K100M 付近までの770メートルを掘削する予定であったが、実際には725.8メートルを掘削した。シールド後方に後方を組み合わせる場合、 トンネル直径と同じ程度の土かぶりを確保することが最低限必要であるとされ、実際にトンネルルートはこの条件を満たしていた。しかし土圧がアンバランスにかかるのを防ぎ、土かぶりの余裕を確保するために、土かぶりが最も少ない海底部には、粘土とステージを投入する粘土被覆を施行する方針とした。 1938年10月から1940年1月までかけて、土かぶりが薄い全長、約240メートル区間にわたり、敷屈つ行動中心から左右それぞれ35メートルの幅に、粘土を約7万立方メートル、捨て石を約4万5千立方メートル投入し、最大4.7メートルの厚さの被覆を行って、土かぶりとして最低10メートルを確保した。 シールドマシンは、縦構内に、組み立て台を設置してその上で組み立て、その後ろには五輪幹部の幹辺をあらかじめ組み立てて、これを利用して、シールドジャッキの推進力を縦構に伝えるようにした。組み立てに2ヶ月、装備品の設置に3ヶ月、推進ジャッキ類の設置に半月、推進準備に半月と、実際に推進できるようになるまで、約6ヶ月を要した。 装備に3ヶ月かかったのは山止めジャッキや艦辺組立機の納入遅れに加えてこうした作業に不慣れであったことによる。シールドを発進させる縦構は半径600メートルの曲線区間にあるがシールド後方区間の断面が普通後方区間に比べてかなりの余裕があることを利用して当初は練習のために約14メートルを直線で進行してその後 本来の曲線に沿って掘削を進めることにした。シールド発進時は縦工自体を圧起することにしたため仮の蓋を設置した。1939年5月29日14時に初めてシールドマシンの推進を行い47センチメートル前進した。翌30日に約11時間かけて肝変の組み立てを実施した。 6月7日から校内への圧巻が開始された。こうして、シールドが稼働し始めて間もなくの6月25日に、シールド工事の主任技師を務めていた、斎藤新平技師が、縦工の柱を登っている時に足を踏み外して、縦工の底に転落し、病院に運ばれたものの当日中に亡くなった。シールド工事は、当初は、簡便組み立てに手間取り、 一輪間分の屈作30.5立方メートルを1日3交代制のうち1交代半程度を要し、1日一輪間程度の進行に止まっていた。1939年8月21日には、第58輪間を進行中に、霧派の右側が崩落する事故を起こした。これは、調査により、霧派を抑えるジャッキが緩んでいたことが判明した。内の資材運搬。 ズリ半出用線路は当初単線であったため作業が円滑でなかったが7月29日に複線化し1日1.3輪艦艇度進行するようになった8月下旬になるとシールド側に下半ポイントを接続してシールドと共に前進するようにし空いた隙間に1回の前進距離の 75cm 単位で接続できる短弱レールを取り付けるようにしたことで さらに作業が円滑になり、1日1.7輪間程度の進行が得られるようになった。縦工のデリッククレームによるずり搬出、資材搬入によって進行速度が制約されるようになったことから、9月に入り口内に発揮作業を区切る第一隔壁を構築する作業を開始し、縦工はエレベーターに改築することになった。第一隔壁の構築完了後、一時的に シールド作業を中止して、第一角壁より縦庫側を廃棄し、縦庫仮蓋を撤去して、エレベーターの設置工事を行った。1940年1月15日に整備作業が完了して、シールド工事が再開された。エレベーターの整備が完了したことにより、搬出入り作業にはほとんど制約を受けることがなくなり、これ以降の作業の進行はほぼ不削作業に、 左右されることになった。以降は1日平均2.87輪間の進捗を記録するようになった。これは1日3交代制で各交代ごとに1輪間進行する作業を1週間継続し、そのうち1交代分だけ作業を停止するのに相当する進行度である。有水量は少なく気圧を12本ド10枚平方インチまで下げても問題がなかった。 海岸が近づいてきて、次第に湧水が増えてきたため、次第に気圧を増加させたが二十三ポンド重毎平方インチ程度で順調に進行することができた。九百四十年七月十九日、シールドが縦港から四百六十メートルに達して、海底下三十メートル程度まで進行した時点で、おおむね海岸線の位置に、第二閣壁の構築を始め、八月三十一日から、 掘削を再開した。9月に入ると、それまで、マサドであったのが地質が変化し始め、南岸や粘土層などが出現するようになった。10月に入ると貝殻混じりの粘土になり、有水量が増加したため校内の気圧を増加させなければならなくなった。有水量はますます増加していき、ついに校内気圧を30本土中、毎平方インチまで増大させることになり、 このために作業員の作業時間は1交代で5時間に制限されて4交代制となった。シールドはスカスカの粘土層に浮いている状態となり、株を屈削すると湯水量が増大するため株の屈削が不十分な状態でシールドを前進させることになり、このためにシールドが下へ傾いて傾きを修正するのに大変な苦労をすることになった。10月23日には、 さらに大出水があり、34ポンド10、毎平方インチまで高内気圧を上げたため、作業時間は4時間に制限された。人員不足で4交代制以上に増やせなかったため、1日8時間は何も作業ができない時間が生じることになった。粘土層に入ったことによりシールドは加工し始め、上向きに戻すために苦闘したが、最大で1 8 8トルまで加工してしまい、 蛇行限界を超過して、トンネルの勾配に影響を与えかねないところまで、計画勾配からの逸脱が進んだ。10月30日に株が、かなり緻密で硬い層に入ったことからシールドは、上昇に転じ、沈下についてはようやく危機を脱することになった。11月2日になり、さらに湧水量が増大したため、ついに37ポンド10枚平方インチまで、港内気圧を上昇させた。 このような高気圧を採用したことで、ついに湧水量も減少するようになり、作業が順調に進行するようになった。11月18日から後交代制を、12月2日から6交代制を採用できるようになり、1日に臨間程度の進行となった。しかし、貝殻混じりの層がさらに増えてきて、空気の漏えいが増え、口内気圧を維持するために、 空気圧縮機の運転台数が増大していった。シールド内の高圧空気が貝殻層を通じて漏れ、気泡が海面に溢れている状況であり、仮に港内の気圧を下げると、この空気が漏れていく経路は一転して、水の流入経路となってしまうのは明らかであった。12月9日になり、縦港から671メートル付近で第883輪間を掘削している時に、 下部から腐食した変成岩が現れ、その後次第に上に登ってきた。この層は、掘削が容易でかつ湧水がなく、下関側の岩盤に達するまで、残り約50メートルであったことから、これで下関側まで容易に到達できる目度が立ったと楽観するようになった。しかし12月10日の深夜、海上において4000トン級の貨物船の衝突事故があり、 船の毛先を海底に引きずって流されるという事件があった。早速潜水譜を送って調査したところ、シールドの先端から約25メートルの海底に、幅3メートル、深さ2、3メートル程度の大きな溝ができていることが判明した。シールドとはまだ距離があり、老気量も変化しないため、そのまま掘削を続けながら、並行してこの部分に捨て粘土を行うことになった。 ところが掘作を進めていると予想に反して編成岩層は下方へ消えて貝殻混じりの粘土層となりさらに純貝殻層に入ってしまった。湧水量が増大し、漏気も増大して400馬力空気圧縮機を4台運転し続けなければ校内の気圧を維持できなくなった。こうして苦闘していた12月22日の7時23分ごろ停電事故が発生した。 文字側の給電を行っていた九州電気軌道の那津大屋間の送電ケーブル焦損によるものであった。当時10分間停電すると校内圧の低下により致命的な大事故の発生する危険がある状況であったが幸い7分で送電が復旧しトンネルが大事故に見舞われることを過労じて回避することができた。送電ケーブルは2回線にあるうちの1回線が 小村事故で失われ、九州電気軌道では残り1回線で送電を継続し、一般電力を制限してまでも工事現場への供給維持に努めたが、送電線の容量を超過しており、いつ再度の事故を引き起こすかわからない状況であった。送電ケーブル修理の特殊技術者を飛行機で招いて復旧工事に努めたが、復旧完了には日数を要する状況であり、 停電の危険のある状況で、空気圧縮機を多数稼働させ続けなければならない、ほどの漏気状態を放置して、掘削工事を続けるわけにはいかなかった。このためシールドの推進は一時的に中止し、漏気対策工事を実施することになった。まずシールドの前面に粘土を貼り付ける作業を行い、切り葉からの漏気を防止した。これにより、漏気量は、 毎分約1万7千立方フィートから毎分約6千立方フィートまで減少した。またシールドの前面、下の関方の定施設シルベコー、及び、敷屈行動からボーリングを行って、セメント注入作業を行った。船舶事故による海底の損傷箇所からの空気漏えいは激しく、海面が白く泡立ち、一時は関門トンネルが崩壊に瀕しているとの流言が、 飛ぶほどであった。この場所に新たな被覆を行うことにしたが、当初は漏えいする空気に妨害されて投入した、土俵が踊って流されてしまい、効果を発揮しなかった。シールド全面の粘土張り作業により、漏気量が減ったため、ようやく投入作業が順調にいくようになり、所定の被覆作業を完了した。1941年2月24日から、 第901輪管の作業が再開された。引き続き有水と漏気は見られたが、セメントや薬液が回っていたため有水が多くなっても崩壊することがなく、このため有水の増加を許容する代わりに、口内気圧を下げて漏気量を減らすことができた。3月に入り再び岩盤の層が下部から現れ、3月18日には第935輪管において全断面が 編成岩の中に入って、ようやく難関を突破することができた。シールド側は圧気をかけていたため、下関側との貫通に備えて、下関側の定説シルベ港にも、気構を設置した。シールド切り派から定説シルベ港を先進させ、3月30日に、ボーリングにより、下関側と貫通した。測量したところ、高さに、差はなく、左右方向に、 約15センチメートルの差が生じていた。4月5日に第951輪間の推進を行い、下り線トンネルにおけるシールド工法が終了した。シールド推進完了後、シールドマシンの外皮は埋め殺しにしたが、内部の管片組み立て機やジャッキ類などは撤去を行った。下り線トンネル工事完了関門トンネルの貫通発破を行う下関工事事務所長の区や、 岩尾関門トンネル下り線トンネル貫通で握手する関係者。左から坂本貞を、小木野明太郎、加納を県に、高坂市郎下関方からの定説知るべ校は、511K139M まで屈作して打ち切ってあった。残りの区間はシールドを使用しなくても、悪機工法で屈作できる見込みが立ったため、文字方からのシールドは 511K140。 M 付近で打ち切った。シールドの停止後、文字方から今度は、頂た季節シルベ甲を掘削し、下の席方から掘削した、定説シルベ甲の上を掘り進んでいった。下の席方の機構は 511K110M に建設されており、その上を通り越して 511K104M20 まで、文字方からの頂た季節シルベ甲を掘削した。これは、 厚さ2.6メートルほどの地山で圧力差を支えている状態となる。6月2日に圧気工法完了により校内の減圧が行われた。廃棄後にさらに掘削を行い、下の関方との残り距離を1メートルまで短縮した。ちょうどこの頃、下の関方の第3期装置隊の掘削も隔壁を残すばかりとなっていたため、同じ日に貫通発波を行うことになった。 1941年7月10日くまず第3期装置体の貫通葉っぱが行われ、続いて10時に、下関砲と文字砲の間の貫通葉っぱが行われた。貫通点は 511K102M50 であった。貫通後、切り広げや復興などを実施するのに、約3ヶ月かかった。下り線トンネルの貫通を見届けるように、初代下関工事事務所長だった。 区議宮岩尾は8月1日付で退任して、東京帝国大学工学部で指導を行うことになり、公認に星野刺激が着任した。この時点ではまだ、文字法の戦艦工法の区間が完成しておらず、戦艦工法区間の最後の隔壁が貫通して、関門トンネル下り線の全区間が繋がるのは1942年3月27日であった。 シールド広報部の竣工は3月29日となった。トンネルそのものの土木工事に引き続いて、軌道や電力、信号といった工事が実施された。構内は温度の変化が少ないことから、レールはテルミット溶接により連続敷設された。両側のトンネル口から約246メートルは砂利道床で、中間の約3122メートルはコンクリート道床である。 トンネル内では、電気運転をすることになっていたため、下関方の片星操車場から、文字方の文字操車場までの間を、直流線5 0 0ボルトで電化した。下関変電区と文字変電区に、それぞれ2000キロワットの水銀製流器を2台ずつ、設置し、中国配電及び九州配電から受電した、電力を変換して供給する構成とした。河川は、シンプルカテナリ式であった。 また、トンネル内の照明と排水ポンプへの電源供給も行い、下関側の 60Hz と文字側の 50Hz の双方を切り替え可能な構成となっていた。信号は単線自動閉塞式で設置され、運転時、各3分を前提として信号機の平均距離を650メートルとし、トンネル内に上下それぞれ5機ずつの信号機を設置した。 上り旋回図後は伏線となる区間であるが、その後も修理などを考慮して単線用の信号設備とした。信号機の電源は、平常時は文字方から 50Hz 電源を受電しており、予備として下関方から 60Hz 電源を受電して自動的に切り替わる仕組みになっていた。軌道回路は8区分されており、 最長781メートル、最短125メートルとされた。単線での開通関門トンネル竣工記念の、更新関門トンネルの最初の、主運転列車関門トンネル、下関川高校。左側が、九州方面の下り線、右側が、本州方面の上り線。間に、慰霊碑がある関門トンネルの建設に合わせて、 関門地区の輸送体系の抜本的な改良が構想された。従来の行き止まりの下関駅ともじ駅の周辺は多数の乗り換え旅客によって反映しており、そうした地域事情を考慮して、貨物列車と一部の直通旅客列車のみ、関門トンネルに直通させ、他の大多数の旅客列車は従来のままとする構想も当初はあった。しかしそうした部分的な改良では、 将来に過婚を残すことになるとして、大規模な改良を加えて、関門トンネル直通列車を主体とする構想が打ち出された。新たな構想によれば、下関駅は従来の駅に貨物圧解設備のみを残して、竹崎町に新たに建設された高架駅に移転させる。九州側では、従来の大里駅を文字駅として、 関門トンネルを通る山陽本線の列車は大部分を文字駅へ直通させ、従来の文字駅は文字港駅に改称して一部の列車のみを文字港駅発着で残す。また本州側の旗西に上り貨物列車を取り扱う旗西奏車場を九州側の文字に下り貨物列車を取り扱う文字奏車場を開設し、下関駅と文字駅のそばには客車の奏車場と 電気機関車庫を設けるという構想となった。トンネル開通を前にした1942年4月1日に、文字駅を文字港駅へ、大里駅を文字駅への解消が実施された。下り線トンネルは1942年7月の貨物営業開始、10月の旅客営業開始を目指して最終的な工事が進められつつあった。 しかし1941年12月には太平洋戦争が開戦している状況であり、軍部からは工事促進の厳しい圧力がかかっていた。結局、八田義明鉄道大臣の求めにより、予定より1ヶ月開通を繰り上げることになった。1942年に入ると、星野所長は土日も休みなく、連日現場を特例し、特管工事が続けられた。 4月17日に、旗製奏車場において、春工式が挙行され、ブラスバンドを先頭に職員が、トンネル内の記念更新を行った。1942年6月11日、EF10K31 号機の牽引する4両の、無害車と1両の有害車で構成された編成が、13時38分に、文字駅を出発し、初めての試運転列車として、 関門トンネルを通過した。繋いでいたのは貨車であったが、工事関係者や報道陣を乗せていた。鉄道大臣との約束に応えて、ほぼ1ヶ月予定を繰り上げての運転開始であった。正式開通前であるが、6月20日からは臨時扱いで貨物輸送も開始した。7月1日に正式に貨物専用で開通となり、 山陽本線の終点が、それまでの下関駅から関門トンネルを通った先の文字駅に延長となった。関門トンネルの開通により、それまで1日平均185運行で、貨物約1万千トンを運んでいた、関森航路の車両構想は、7月9日限りで廃止となり、使われていた第1、第2、第3、第4。 第5関門丸は、右こ航,航路の輸送力増強のために転属していった。続いて、旅客営業の開始の準備も進められ、10月11日に旅客開業を予定していた。しかし8月27日に台風が関門地方を襲い、乏しい資材をやりくりして建設した、新しい下関駅のホームウーアヤを吹き飛ばされてしまい、開業は延期となった。 最終的に11月15日に全国的なダイヤ改正を実施して関門トンネルでの旅客列車の運行が開始されることになった。10月11日、安国神社参拝のために上京する九州地方の軍人遺族を乗せた旅客列車が特別に関門トンネルを通過した。開業前には関門トンネル開通記念の歌が賞金千円をかけて一般公募され、 選ばれた、海の底さえ記者は行くを、生地太郎が歌った。また文字において、関門トンネル開通記念大相撲が開催され、当時の横綱、双葉山定寺と羽黒三聖寺が、下関方高校において、清めの土俵入りを行った。開通前日の11月14日には、下関方高校にて工事の殉職者を祀る、殉職費の除幕式が行われた。下関駅では、 11月14日23時50分に旧駅出発の最終列車となる京都駅を送り出し、23時52分に最終到着列車を迎えると、徹夜で新駅への引っ越し作業が行われた。新駅では、前日14時15分に京都を出発して走ってきた、鹿児島駅第221列車が初列車となり、蒸気機関車を電気機関車に付け替えて、 鉄道員たちが万歳をする中、初の旅客列車が関門トンネルへ送り出された。下関駅の関府桟橋大町愛室ではこの日、開通式が行われ、山口県、福岡県の両県知事、下関市、文字市の両市長、両県選出の議員、鉄道大臣及び鉄道省関係者などが出席した。戦時陸運非常体制が敷かれている中、 関門トンネルの開通は国を挙げての祝賀となり、新聞では、高和鉄路の輝く発足、科学日本の勝利などと書き立てた。11月15日のダイヤ改正を前に10月11日から24時間制が採用され、それまでの午前、午後の区別をやめ午後13時から24時と呼ぶようになった。十一月十五日ダイヤ改正で、特急、富士が九州に乗り入れて、 東京長崎間で運転されるようになり、このほか東京と九州各地を結ぶ急行列車の設定が行われた。関門トンネルを通過した直通旅客列車の運行は開始されたが、それまでの本州内の列車と九州内の列車をつなぎ合わせたような設定に止まり、本格的な増発はなされず、むしろ戦時輸送力強化のために全般にスピードダウンする改正であった。 しかしこのダイヤ改正は過去最高の列車設定記録を達成したものであり、このわずか3ヶ月後の1943年2月15日ダイヤ改正では、挙局の悪化を反映して、優等列車の大削減が実施され、以降は輸送力の削減が進むことになった。なお、関門トンネルは従来の文字市街地からは西側に寄った位置にあり、市街地へ行く旅客にとっては、 遠回りとなって不便であったこともあり、貨車の車両構想を行っていた関森航路がトンネル開通後廃止されたのに対して旅客輸送を行っていた関門航路の方は減便されつつも運行を継続することになった。トンネル開通とほぼ同じ時期に大陸連絡の強化を目的として下関付山間の関付航路の保管航路となる博多付山間の広釜航路が開設され、 博多港への臨港貨物船も整備された。富の創車場、オリオ創車場の新設、突走車場の拡張、黒崎、オリオマの船像、筑豊本線や鹿児島本線の一部区間の複線化など関連する設備増強が実施され、順次輸送体制が一新されていくことになった。下り線のトンネル建設費は当初1382万円を臨もしていたが、 その後の物価や人件費の高騰に伴い、決算額としては1967万円となった。当初は関門トンネルはまず単線で完成させ、将来的に交通量が増加した時に、追加の単線トンネルを施行して、伏線とする計画であった。しかし関門間の交通量が急増したため、まだ下り線トンネルを建設中であった1940年の、 第75回帝国議会において、上り線トンネルの予算の協賛を受けて着工が決定した。下り線トンネルの建設に労力を割かれていたため、本格的に着工するのは、余力ができてくる1942年になってからで、あり、この時点では1945年3月末に、上り線完成、4月1日をメドに開通させる計画であった。 しかし1942年10月6日に、戦時陸運非常体制の一環として、九州産の石炭を本州に送るために、上り線トンネルを昭和18年度中に繰り上げ完成させるとの方針が、閣議決定され、鉄道省本省からも、後期の極力繰り上げの指示がなされたことから、急速に工事が進められることになった。なお、 文字方から443.5メートルの改作広報区間、戦艦広報区間は、下り線建設時に同時に、試行済みであり、上り線トンネルの工事はこれより、下の関方の区間である。上り線下の関方、縦砲下り線トンネルを建設した際には、下り線下の関方縦砲から掘削した切り配は、敷屈行動から車高で取り付いて、掘削を行った。 このため、多くの掘削箇所に対しては、四屈行動の縦行から取り付かねばならず、四屈行動縦行のエレベーターの能力によって、作業の進捗が制約された一方、本行の縦行では、エレベーターの能力を十分活かすことができなかった。このため、上り線トンネルにおいては、本行縦行のエレベーター2台のうち、1台分については、上り線トンネルより深くまで掘り下げて、 死屈行動まで連絡できるようにして、死屈行動への運搬能力を強化することにした。下り線工事の際に設置した、郊外設備をできるだけ流用するために、下り線立てになるべく近い、510K275M50 の位置に、上り線立てを建設した。深さは、上り線トンネルまで43.66メートル、死屈行動までは55.06メートルあり、 内径は、本トンネルまで7メートル、その先、四屈行動までは2.7メートル5.25メートルの、区径とした。上部から掘削と復興を繰り返しながら掘り下げて、行ったが、10メートルほどまで掘り下げた時点で、下関片取付部の定設シルベ校が、縦校下部に到達し、10センチメートル系の穴を、うがって、流水を定設シルベ校に流し込むようにした。その後、 下関型取付部の崩壊事故により作業員が閉じ込められる事件があったが、この穴を利用して食品を送り込むことができた。また救助作業のために敷屈行動から切り上がる形で、本トンネル定説しるべ行に取り付いた穴を利用して、上り線立て港の敷屈行動までの延長を完成させた。上り線立て港は1940年8月15日に着工したものの、 下り線工事に全力を投入した結果労働力が不足し、計3回にわたり延べ13ヶ月半作業、中断期間があり、竣工は1942年6月30日となった。上り線下の関型、取付部上り線下の関型取付部は全長1419.40メートルあり、地質は下り線の取付部と同様で、 また同じく幕見の受け負いにより施行された。高校から650メートルの 509K505M 地点の下り列車進行方向に向かって、本線右側から、勾配3分の1で総延長51.2メートルの杉田車庫を建設して取り付いた。ここから2.10メートル2.40メートルの定設しるを下関片立港に向かって、掘削し、 1941年10月7日に縦港株へ到達した。この途中、6月26日に豪雨により、コンクリート搬入用の縦港から浸水して14日間掘削作,作業が中断する事故があった。1941年1月には、車港から高校へ向かって、11月には高校から車港へ向かっての定設しるべ港も着工し、 1942年4月20日に、高校から188メートル、車高から460メートルの地点で貫通した。1941年12月16日に、車高から縦校へ向かって約300メートルの地点で、復興作業中に約10メートルにわたって600立方メートルの岩石が崩落し、奥で作業していた5名が閉じ込められる事故が発生した。 当時、死屈行動側に水抜き口が掘ってあったため奥に、水が溜まる恐れはなく、また下の関片盾口から垂直の水抜き口も掘ってあったため、ここから食料を送り込むことができた。放落事故発生現場と死屈行動側の両方から救出工の掘削が進められ、事故発生から約60時間後に放落事故、現場側からの行動が開通して5名を救出することができた。 上り線下の関片取付部は1940年6月13日に着工し1943年9月14日、竣工となった。上り千島の関片海、底部上り千島の関片海底部は延長869.5メートルで下り線の建設時の経験に基づき施工計画を行った。工事をしていない車校の数をなるべく減らすため、 死苦津行動から本校に取り付く車高の数はなるべく減らしたいという考えがあり、結果的に上り線では車高は2カ所になった。難関となる第3期総地帯については、鬼工法の採用も検討したが、下関方には鬼工法の経験のある者がほとんどいなかったこと、下り線建設時のセメント注入がよく回っていると判明したことなどから、 セメント注入で固めながら掘削していく方針となった。第一車高は第3期装地帯より下関方の 510K490M に高さ2.8メートル、幅2.5メートルの断面で本線に直角に建設した。1942年2月から4月にかけて建設し、上り線トンネルに切り上がった。第2車高は 地質の良好な5 1 0系8 2 0 m に、やはり高さ2.8メートル、幅2.5メートルの断面で、本港トンネルと40度をなす角度で斜めに、建設した。この配置は、第3期装置体に、圧気工法を適用することを考慮したもので、文字法からの早期が可能なような向きで建設した。1942年2月に着手し3月に、完了した。 縦港から第一車港までの207.5メートルは、下り線同様に地質が良好と考えられ、通常通り、定設シルベ港を先進させる形で掘削した。1942年1月20日に、縦港側から着手し、途中第一車港側からも定設シルベ港を推進して、4月に貫通した。以降、切り広げを進め、十二月に、いた節しるべ港が貫通し、 1943年7月に完成した。第一車高と第二車高の間は約180メートルにわたって地質の悪い第三期創地帯があり、この区間については板た季節シルベこを先進させた。1942年4月に第一車高側から着手し約10メートル定設シルベこを進めた後、510。 K495M 付近において、いた季節シルベ校に切り上げて前進した。同じく4月に、第二車校からも第1車校へ向けて着手し、約70メートル、510K751M 付近まで定接シルベ校を進め、移行調節シルベ校に切り上がって前進した。12月5日に 510K707M 地点において、湯水を見たため、急遽埋め戻して、 隔壁の構築を行った。この後、2ヶ月半にわたりセメント注入を行った後、再度、前進し、安全に元の位置まで到達することができた。移行順調に掘削を進めたが、双方から掘削して貫通させると復興のない、区間が長くなって危険なため、第二車庫側から掘削したシルベの 510K656M 付近において、壁を設置して、 内部にセメント注入を行い、以降は第一車高側からの貫通を待った。1943年9月15日に核壁を爆破して、板た季節シルベ校が貫通した。以降、切り広げと復興を進め、1944年3月までに完了した。第二車高から文字方へは1942年7月に着手した。地質は良好で、 途中地質が悪化して、セメント注入を行った区間もあったが、おおむね順調に掘削を進めた。文字型から、シールド広報部が接近してきたため、圧気広報に備えて、機構を準備したが、シールド広報区間との距離が10メートル程度となったことから、掘削を中止して、圧気をかけて待機し、1943年12月31日に511、 K167M において、葉っぱを行って貫通した。以降順次切り広げと復興を進め、1944年4月までに完了した。上り線トンネル、下関方海底部は、1940年12月1日に着工し、1944年8月8日竣工となった。上り線文字型、縦坑上り線では、文字方の縦坑2箇所建設した。 文字型、第1縦孔は、圧気工法の起点とするもので5 1 1一9 0 0 m 地点に、文字法、第2縦孔は、シールド工法の起点とするもので5 1 1五5 5 0 m 地点に、それぞれ建設した。第1縦孔は、戦艦工法で施行され、地表から6メートルまでは、素掘りして、一行二と気孔を設置して、圧気をかけて、掘削を進めた。 掘作は非常に容易で、1942年3月15日に着工、5月15日に圧巻を開始し、7月17日に竣工した。第2竹工はシールドマシンの組み立てを行う場所であり、かつ圧巻工法の終点となる。圧巻工法で建設したトンネルの末端で、シールドマシンを組み立てられる大きさに断面を広げる工事を行うのは難しく、 後期も長いことからシールドマシンの組み立てのための縦工を建設することになった。シールドマシンを組み立てられる断面で戦艦工法や井筒工法を用いることは不経済であったため、縦工の建設には圧気工法を使用することになった。上部6.5メートルをまず素掘りで掘削し、圧気工法のための蓋を設けて気構を設置した。以降は圧をかけて、 流水もほとんどなく順調に掘削を進めた。1942年4月13日に着工し、7月1日に、気を開始し、7月22日に竣工した。これ以降に、縦港下部に、シールド組み立て室と、悪気広報区間の終点となる気候と閣壁を備えた部分を建設した。上り線文字型、悪気広報部関門トンネル上り線トンネル悪気。 広報区間において発生した噴発事故の様子上り線における、悪気広報区間は、第二盾港から下り線建設時に、思考済みの先艦までの467.32メートルで、中間に第一盾港を建設してあった。第一盾港からは、第二盾港へ向かって屈伸し、下り線建設時に、思考済みであった一号先艦からも第一盾港へ、向かって屈伸する計画とされた。 まず1号戦艦を発揮した上で、起点側の壁を破って、掘削を開始した。掘削は、当初中央シルベべを先進坂巻式で、中央シルベべを先進式にある、程度地震を得たため、進行速度を速めることを目的に後半は、中央シルベべを先進全断面掘削とした。中央渋べを先進坂巻式は、トンネル断面の中央付近に先に、渋べ校を掘削し、 その後、上部を切り広げて、復興を行いながら、下部へ下ってくるもので、ルべこを掘削作業と、復興作業を、並行して行える利点がある。中央シルべこを先進全断面掘削になると、トンネル断面の中央付近の汁べこを先に、掘削した後、全断面を掘削して一度に復興を行う。中央汁べこは、第一盾口に貫通したが、 その後労働力が逼迫してきており、第1盾港から第2盾港へ向けた掘削に全力を投入しなければならなくなったこともあり、一時的に1号戦艦からの工事は中止することになった。第1盾港から第2盾港へ向かって掘削を開始し、盾港から58.6メートルのところまで、 中央しるべ港が進んでいた1942年10月13日23時15分ごろ、大音響と共に掘削中のトンネル真上に位置する地上のコンクリートコンマ場から猛烈に土砂が吹き上げる噴発事故が発生した。吹き上げた土砂は高さ最大20メートルに及び、このために港内の気圧は大幅に低下することになった。港内は広い範囲で崩壊し、地上では地面が 約2メートル沈下した。事故時は作業員の交代時刻に当たっており、掘削作業現場には誰もいなかったが、約10人がコンクリートの片枠内で次のコンクリート作業の準備を進めているところであった。事故後直ちに転校を行ったところ、5名が不明であることが判明した。全従業員で救助校を掘削して、救助活動を行い、5名全員を 事故から52時間後までに収容したが、5名とも殉職した。崩壊現場付近は、下り線工事の際に、戦艦工法で縦坑を建設した場所にあたり、これに伴い地盤が緩んでいたところに、コンクリート混和状の縦坑を掘ったため、トンネル内の圧気に耐えられずに、地上へ噴出する事故を起こしたものとされた。噴発事故の復旧のために、 第一盾港と一号船間の間が貫通していたのを一旦埋め戻して隔壁を設け、第一盾港側は廃棄を行うことにした。港内を廃棄して大気圧に戻すことにより地下水の浸透で崩壊土砂を落ち着かせようとした。そして崩壊箇所について中の空洞を埋め戻す注入作業を行い、また噴発の原因となったコンクリート混和ガ状を埋め戻し、 陥没した地面も土砂を持って埋め戻した。掘削の再開まで約2ヶ月、完了までに約4ヶ月の合わせて約6ヶ月ほどかかる見込みとなり、時間がかかる見込みとなったため、第二立手港まで鬼工法での掘削が到達してからシールド工法を開始するのではなく、第二立手港から独自にシールド工法での工事を先行させることになった。 第一盾港との間を埋め戻した1号戦艦側からの掘削現場では、中央しるべ港周辺の掘削を進め、1号戦艦と2号戦艦の間の壁を破って連絡する工事を進めた。そして第一盾港が再度発揮された際に気圧を合わせて第一盾港との間の接続工事を行った。一方第1盾港から崩壊区間の掘削は気圧を下げて、 いただ季節知るべ公式で慎重に進め、当初懸念していた再度の沈下や浪期はほとんどなく予想していたよりも早く崩壊区間を通過することができた。第一縦港から100メートルほどまで前進したところで水平部に気候を新たに設置して第一縦港の廃棄を行った。以降は順調に掘削を進め、第二縦港側から逆に掘削した部分にも 気港を設置して、悪気を行った上で、1943年11月25日に貫通した。1944年2月4日に復興が完了し、2月11日に廃棄された。悪気港法区間は1942年4月1日、着工、1944年4月30日竣工となった。 上り線文字型シールド広報部の上り線トンネルのシールド広報は第二縦口から発進するもので当初は気広報が第一縦口から第二縦口に到達した後にシールドを発進させる予定であったが気広報区間での噴発事故の発生で到達が遅れる見込みになったことからシールドが単独で先行することになった下り線トンネルと同様 上り線トンネルの発進縦庫も曲線区間にあり、下り線での経験からシールドの曲線での推進にも自信を得ていたが、縦庫内でシールドの推進力を後ろの壁に伝えるために仮組みしてある、関辺が移動しないように、発進時は直線で推進して、シールド全体が地中に入ってから曲線へ推進させることになった。下り線トンネルでは、 シールドマシンを組み立てて発進させる台が沈下してしまったことから、上り線ではコンクリートを用いた台を用意し、結果的に全く沈下せずに済んだ。シールドの製作と組み立て作業は一括して、三菱重工業に受け負わせて実施し、縦交換生後すぐの1943年1月に、組み立てに着手し、下り線で2ヶ月ほどかけた作業が1ヶ月で完了した。 シールドの装備品についても、下り線の経験を反映して改良されたものとした。すべての準備作業に、下り線では約6ヶ月を要したが、上り線では約4ヶ月で完了し、1943年5月7日から発起を開始し、5月10日からシールドの推進を開始した。下り線での経験では、ズリのトロッコへの積み込み作業で、 進行速度が制約されていたため、上り線においては空気圧動差式のずり積み機を用意した。下り線ではずり積み機がなく、手作業でのずり積み込み作業を楽にするため、シールドの中段にズリを貯めて下段に押し込んだトロッコに落とし込む作業を行っており、このためにシールド推進五感型組み立て作業中にもずりの積み込み作業を行わねばならず、作業が服装して、 時間を要していた。上り線では下段にずりを落としてずり積み機で処理するようになったため、ずり処理のために掘作を中止する必要はなくなり、間型組み立て作業中は全力で前方の掘作を行えるようになり、また、ずり積み込み作業のために、間辺組み立て作業を中断する必要もなくなった。こうして、効率的になった結果、一輪間がわずか3時間で、 進行したことさえあった。7月12日にシールド推進作業を中断して第1核壁の構築作業に取り掛かった。7月28日に縦構内の廃棄を行った。廃棄後、縦構内の蓋を撤去し昇降機の設置を行い、シールド発進に用いた仮組管片の撤去を行った。9月1日にシールドの推進が再開された。 それまで竹工のデリッククレイン1台に頼って、ズリの搬出を行っていたため、1日2.5輪間の進行が限界であったが、校内外の連絡設備が完成したことで、もっぱら進行は校内の作業によって決まるようになった。何らかの機械の故障に何度も見舞われながらも、10月に入ると順調に進行するようになり、1日5輪間の進行を普通に出せるようになって、 さらに成績が向上して行った。下り線トンネルにおいては、貝殻層において、浪期が激しくなって一時シールドの停止を余儀なくされた、ことから、上り線トンネルにおいては、敷屈行動からのボーリングで、地質調査が入念に実施され、事前に薬液の注入を行った。10月16日からまず鉱石層に突入し、圧気で区切られている区間の長さや残りの掘削距離を、 考慮して10月末から第二核壁の構築を行った。11月に入るといよいよ貝殻層に入り、流水の増加を抑え込むために、高内気圧を上昇させて進行したが、老気量は少なく薬液注入の効果もあって、順調に進行することができた。次第に岩盤層に入り、12月20日の時点で、霧葉が 511K181M50 に到達した。 この時点で、下関方からは定説シルベコが 511K160M まで到達しており、残り21.5メートルとなった。下関方では、貫通に備えて、機構を設置して、圧気をかけて準備し、さらに定説シルベコを 511K168M まで推進したが、これ以上の掘削を断念して待機することになった。 12月31日9時、文字型からシールドによる体当たりで貫通した。そのままさらにシールドで前進を続け、用意してあった艦兵を使い切る第494輪貫まで進めて1月27日にシールド工法を終了した。以降、復興や清掃、廃棄、シールドの解体と隔壁の撤去などを進めた。シールド工法部は、 1943年5月4日着工、1944年8月8日竣工となった。伏線開通工事の末期となると、1943年7月前後からローム供給事情が悪化し、勤労報告隊の出動を仰いで屈削の継続を何とか維持した。しかし、さらに労働力の事情は厳しさを増し、 1944年4月になると学生報告隊の増援まで仰ぐようになった。こうした懸命の努力により復興と漏水防止処置を完了し、6月15日にはレールの締結を完了した。7月に電気関連の工事を完了させた。こうして1944年8月8日についに上り線トンネルが開通となった。星所長は本省に対し、 次男房をレタリ、長男房より出来が良しと打電した。新聞では、決戦輸送の巨補関門水道晴れの春公式、鉄道も兵器だ勝ち抜け決戦輸送などと報じ、当時の選挙区を反映したものとなっている。下り線トンネルは、この際に改修工事を行うことになり、すべての列車の運転を、上り線トンネルに移して、およそ一ヶ月にわたって、下り線の運転を休止して、 作業を行った。漏水が相当多かったため再度注入を行って、漏水防止を図り、当初テルミット溶接したレールは、たびたび溶接箇所が破断し、摩耗も激しかったため、25メートルの通常レールに取り替えた。河川も副河川式に改良し、軌道回路の電流漏洩が激しく確実な。 信号動作ができなくなっていたことから、一つの軌道回路の長さを短縮する改造を行った。こうした修理工事を終えて、9月9日に、伏線での運転が開始された。上り線トンネルの決算額は、約1961万円であった。工事期間中、上下線を合わせて20名の巡職者が出た。関門トンネルの開通により乗り換え、積み替えがなくなり、 旅客で約1時間、貨物で約10時間の所要時間短縮が実現された。費用的には、貨車の車両構想による特別運賃が廃止されることにより、荷主にとっては年間約200万円の費用節約となった。これは、鉄道省にとっては逆に年間約200万円の減収を意味し、また航路とトンネル関係の資本費や、 年間の運営経費を考えると、航路もトンネルも年間経費は約100万円と見積もられたため、トンネル開通による誘発需要がなければ、国鉄にとっては減益となる。しかし、客車も貨車も直通運用が可能となり、運用効率が増すことから直接計上できない利益があったものとされる。輸送力の点では、それまで関門地区の駅は、 大火の山で溢れ返っていたが、トンネル開通により、貨物が順調に流れるようになり、大火が原因で出荷できずにいた産品の出荷が可能となった。関門トンネル開通以前、関門間の連絡は、第1から第5の関門丸で、貨車構想を行っており、2月から7月にかけて、発生する濃霧や激しい潮流、陶器の北西季節風による障害の中で、 海峡を往来する船舶を避けながら五隻の船舶を頻繁に往復させるのは大変な労力であった。それまで海峡を通行する船舶と海峡を横断する船舶は平面交差している状況であったが関門トンネル開通により立体交差化が図られたことになり事故の防止に多大な貢献をすることになった。関門トンネルの開通は 第二次世界大戦の最中のこととなった。下り線の開通に際しては、全国的なダイヤ改正を実施して、本州と九州をつなぐ輸送体制が整備され、戦時輸送力増強のためにスピードダウンしたとはいえ、史上最高の列車設定キロとなった。しかし1943年以降は、旅客輸送力削減のダイヤ改正が繰り返され、1944年に、 入ると深刻な船舶不足から海運の鉄道への転換が進められ、さらに輸送事情は逼迫していった。1945年になると全国的なダイヤ改正を実施することもできなくなり、地方ごとに場当たり的なダイヤの変更が繰り返され、空襲によって静観連絡船や寒風連絡船はほとんど運航不能となる事態となった。 連合軍による機雷封鎖と潜水艦攻撃により関門海峡周辺の海上輸送は壊滅的な状態となっていたがもともと余裕を持って設計されていた関門トンネルは貨物輸送を終戦まで継続することができた関門トンネルは戦争末期から直後にかけての深刻な船舶不足の時期に国力の維持に多大な貢献をなした技術的には 当時トンネルの掘削中に壁面や天井を支える支保工は松丸太子と松板を組み合わせるのが常識であったが関門トンネルの海底部では構成のアーチ支保工を採用し極めて慎重に掘削が行われた構成アーチ支保工を本格的に採用して機械式で効率のいい掘削方法を使うようになったのは日本では 第二次世界大戦後のトンネルからであったが、日本で最初の採用は関門トンネルではないかとされている。また、シールド工法についても、1920年の上越本線折渡りトンネル、1926年の東海道本線丹那トンネル水抜き工に次ぐ、日本で3回目の採用であったが、前の2回ではいずれも成功を収めたとは言えなかったのに対して、3回目にして、 日本国内製造のシールドマシンを使って成功を収めた。関門トンネルでは主に中鉄製の管片を使用したが、上り線の一部で鉄筋コンクリート製セグメントが用いられ、ボルト継ぎ手が採用されるなど、後に日本で一般的に使われるようになる中子型のセグメントの原型となった。第二次世界大戦後、名古屋市営地下鉄東山線において、 核王山トンネルがシールド工法で建設された際にこうした技術が受け継がれ以降の都市トンネルの標準的な工法として発展していくことになった。第二次世界大戦の悪条件の下で新しい技術を駆使して海底トンネルを完成させたことはその後の日本のトンネル技術発展に大きな貢献をすることになった。ただし関門トンネルは 世界初の海底トンネルであると触れられることがあるが、ニューヨークのイースト川は名前に川とつくものの、実際には海峡であり、ガスの導管を通すトンネルが1892年に最初に開通したのを川切りに、20世紀初頭には鉄道用を含む多くのトンネルが開通している。また日本統治時代の朝鮮において、太閤掘り海底水道が百三十二年に開通しており、 海底トンネルは日本の内外で洗礼がある関門トンネルを通過する最初の貨物列車列車周囲の罰院は当時の検閲によるモノ関門トンネル旅客営業開始日の下り富士関門トンネルは先に開通した下り線で1942年6月11日から試運転を開始し6月20日から臨時扱いでの貨物列車の運転が開始され 7月1日に正式に貨物用に開通した。旅客列車の運転開始は11月15日となった。当時、山陽本線の電化区間は西明市までで、九州島内の国鉄線には電化区間はなく、蒸気機関車が列車を牽引していた。しかし関門トンネルでは急勾配とトンネルの長さの条件から蒸気機関車は使用できず、 畑製操車場から文字操車場までの間の 10.4km が直流 1500V で電化された。このために旅客、貨物の両用に EF10 軽電気機関車が投入された。EF10 型は単なトンネル開通に際して開発された貨物用の機関車であった。後に関門トンネルで運用される機関車は塩害が激しいことから外販を ステンレス製のものに交換し、さらに退色アルミ合金を使用したパンタグラフを採用し、耐円外塗装を施すなど、円外対策に意を用いることになった。旅客列車は、下関駅と文字駅の間の 6.3km を、一両の EF10 型で牽引して、約9から10分程度で走行した。機関車一両での牽引力は600トンとされた。 貨物列車については、下関の手前の旗西駅付近にある創車場を改良して、1日2500両の処理能力のある平面式創車場とし、一方、九州側では、文字駅構内に1日2600両の処理能力のある半布式創車場を建設した。これらの創車場はタイになって役割を果たすもので、九州島内から、 本州方面への貨物列車はトンネルをそのまま抜けて、旗製操車場で行き先別に組み替えられて送り出され、一方本州から九州島内への貨物列車はトンネルをそのまま抜けて、文字操車場で行き先別に組み替えられて送り出される運用が取られた。このため、貨物列車は旗製操車場から文字操車場までの間を EF10 型が牽引して走ることになった。貨物列車は、 10連運転とされ、1200トンの列車を牽引した。いずれもトンネル内の急勾配と湿った線路のために、空転や滑走が続発し、対策として、最大5トンの始銃を搭載し、大量に砂を撒いて走行していた。巻かれる砂は、毎月20トンにもなり、砂を取り除く、保線作業は大変なものであったという。運行開始された、旅客列車は、 東京長崎間の特急、富士1往復、東京鹿児島間の2.3等急行列車第7.8列車など、1日後往復の優等列車に加え、普通列車が東京と九州の間で1日3往復、京都、大阪と九州の間で1日6往復、山陽と九州の間で1日に降り5本、上り4本であった。しかし、選挙区の悪化に伴い、旅客輸送は、 次第に削減されて、貨物輸送に重点が置かれるようになっていった。終戦直前の時点では、急行列車は、東京も時間の1日1往復にまで削減されていた。貨物輸送の増強のため、変電所の水銀整流器が1944年に増強され、EF10 系の配置量数も15両から25両に増強された。さらに空襲による被災に備えて、 従来の変電所の設備の一部を移設する形で、彦島に地下変電所が建設されている。地下変電所の完成は、終戦後の1946年3月となり、約20日間実際に運転したとされるが、10月に廃止されて設備が元の変電所に戻された。空襲対策では、1944年に変電設備の被災による停電に備えて、 D51 形状機機関車によるトンネル内の牽引試験が行われ、上り22パーミル勾配で1両の機関車で1000トンの引き出しに成功したが、これが関門トンネルにおける蒸気機関車運転の唯一の記録である。1945年2月1日、石炭を満載した貨物列車が上り1000トンネルの上り勾配で立ち往生し、 サイドの発進に失敗したためトンネル内に対抗したところ、連絡不足と安全確認の不徹底のため、閉塞信号により停車中だった後続列車と衝突する事故があった。第二次世界大戦末期に九州の電力事情が逼迫したため、中国地方から電力の送電を図ることになり、下関立港と文字第二立港の間の上り線トンネル内に、 日本初送電の彦島変電所と新大阪変電所を結ぶ22キロボルト特攻送電線1回線が敷設された。しかしこの回線は間もなく12月に110キロボルト関門幹線に置き換えられ撤去された。終戦直前には交通の重要施設として本土決戦に備えて北九州校舎隊の13ミリ校舎機関砲4門、昇降1、可視化に1、 平12が関門トンネルの防衛用に配置された。一方の連合国軍は関門トンネルの破壊作戦を立案していた。1945年7月31日には沖縄の基地を離陸したアメリカ陸軍の B-24 爆撃機の編隊が下関型のトンネル入り口と橋梁を爆撃する作戦を実行しようとしたが悪天候のために中止された。 1945年8月5日付のアメリカ陸軍太平洋軍司令官から極東航空軍宛ての伝文では関門トンネルに対する爆破計画が指示されていた。これは日本船に偽装した航空機救助船4隻に各2 5トンの爆薬を積んで送り込みトンネル付近に沈めてリモコンで爆破するという作戦であった。第二次世界大戦後、 日本に侵入した連合国軍の中で公平の休憩ーーシー少将が侵入直後に国鉄の現状を把握するために当時の停車場課長立花二郎を呼び出して最初に質問したのが関門トンネルは無事かというもので立花はもちろん無事であります関門連絡船は今日も多数の列車を走らせていますと答えたという戦争が終結すると 引き上げ者の機関輸送と日本で働いていた朝鮮人、中国人の機関輸送が開始され、そのための臨時列車が関門トンネルを通過して設定された。また、日本を占領下に置いた連合国軍最高司令官総司令部は連合軍専用列車の設定を要求し、関東と九州を結ぶ専用列車が定期化された。 1946年から1947年にかけて極端な石炭不足により、急行列車の全廃、二等車の連結全廃などの措置が取られて、鉄道の輸送力は大幅に減少したが、それでも関門トンネルを通過して、東京と九州を結ぶ輸送だけは最低限確保されていた。しかしこの頃、貨物輸送の減少もあって、 関門トンネルの通過列車は減少し e f 1 0型も一部が他の機関区に転属して関門地区での配置数が減少した。もともと北九州地区の商用電源周波数は 50Hz であり関門トンネルに九州側から電力を供給する文字変電区の受電周波数も 50Hz であった。しかし第二次世界大戦後 北九州地区の電力需要は増加の一途をたどり、九州島内の電力網の連携を行い、また中国地方からの受電を行うことも急務となったこともあって、1949年の閣議決定で九州地方の電源周波数を 60Hz に統一することになった。これに前後して九州地区の実際の 60Hz への周波数変更作業が進められ、 文字変電区の受電周波数も1948年2月に60ヘルツ化された。文字変電区の周波数変更が迅速に行われたのは、もともと信号機や排水ポンプなどの電源は、当初から両周波数に対応するように設計されていたこと、列車走行用の電力供給についても変圧器のみ、交換すれば済んだこと、国の機関として率先して、 周波数変更に対応する立場であったことなどが挙げられる。一方で関門トンネルの輸送量は低迷していたため、この機会に変電所の容量は削減され、水銀清流器が下関と文字の両方から一台ずつ1949年に東海道本線電化用に静岡県の藤枝変電所と岩田変電所に移設された。 1951年5月に電力事業再編成が行われ、下関編電区、文字編電区はそれぞれ中国電力、九州電力から受電することになった。海水に常時さらされている関門トンネル内のレールは電気車の運転電流が漏洩しやすく、電気化学的な作用により金属イオンが溶け出す、電色が発生するという問題を抱えていた。このため、 戦中戦後の2回にわたり、通常は、河川側が、プラス、レール側がマイナスに引火されている、直流1 5 0 0トの電気の極性を逆転させて、レールを、プラス、河川をマイナスにする、極性変換試験が実施された。しかしこれには十分な効果が確認できなかったという。そこで1954年に強制配流機が設置された。これは、 外部直流電源をレールと設置点の間につなぎ、運転電流の漏えい分を総裁して、レール電位を負にするものである。1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発すると、九州北部の駅は朝鮮半島方面へのアメリカ軍やイギリス軍の部隊の出動や補給の拠点となり、本州方面から北部九州への軍事輸送列車が、 多数関門トンネルを通過することになった。この際に、それまで関門トンネルには火薬類の通過制限が設定されていたが、アメリカ軍は火薬類通過制限の無条件解除を6月28日に指令し、危険を犯して輸送が実施されることになった。昭和28年西日本水害において関門トンネル、文字川高校に流れ込む、 洪水1953年の梅雨は例年になく早く始まり、特に西日本では雨が多く6月末になると4日間で600ミリを越すような60年ぶりという大雨が降った。大雨は各地に被害をもたらし、後に昭和28年西日本水害と記録されることになった。国鉄でも680箇所に及ぶ普通箇所が発生するなど大きな被害を受けた。 6月28日日曜日も雨が降り続いており、関門トンネルに備え付けられた排水ポンプは、稼働を続けて、トンネルに侵入する雨水を排出し続けていた。11時ごろ、都の上山の山麓で、崖崩れが発生し、文字駅北側の大川をせき止めた。これによって溢れた水は、南側の田畑側から溢れた水と合流して、文字駅構内に流れ込み始めた。 文字駅に設置された雨量計では10時から12時までの間に155ミリという猛烈な雨を観測しており、この雨に川から溢れた水が加わり、文字駅からスロープ状の掘り割りになっている関門トンネルの文字高校へと流れ込み始めた。関門トンネルの掘り割りを囲う防水兵器の第13号河川鉄柱付近にある切りきから、 河川をかすめるように濁水が噴出し始め、11時ごろに巡回中の文字補選区員がこれを発見して通報した。当時、京都と博多を結ぶ特急、カモメは26日以来の豪雨で、鹿児島本線が普通となって、上り列車を運転できずに、博多に編成が抑留されており、ついで27日の下り列車で下ってきた列車も文字打ち切りとなっていたが、 この文字打ち切りとなった編成を28日に上り、臨時第6列車、カモメとして運転する予定としていた。しかし、11時2分に、関門トンネルへの濁流の流入の通報を受けて、カモメの発車は抑止された。続いて、下関側に連絡して、下り列車の抑止を行おうとしたが、約800名の乗客を乗せた。 岩国発佐世保行下り第327列車十10時57分にすでに発車した後であった。関門トンネルを抜けてきた第327列車の機関士は文字法の出口で防水壁の切り欠きからの落水に気づき、また、公安職員の停止の指示を受けて11時8分頃トンネル出口の約70メートル手前で列車を停車させた。 保線クイーンが土のを積んで切り欠きを塞ごうと試みたが、思うように塞ぐことができず落水は止まらなかった。仮に、落水の中をそのまま通り抜けた場合、水流によって、パンタグラフと車体の間が短絡されるか外視の絶縁破壊を起こして、電気機材や車体が焼損する恐れがあり、あるいは、河川の溶断や変電所の遮断機の動作により停電して、 トンネル内からの脱出が不可能になる恐れがあった。電話で指令室の指示を仰いだところ、トンネル自体の浸水を懸念したことから、強行突破の指示が出され、11時17分頃に脱出を開始した。列車が停止した場所から落水場所までは数十メートル程度しかなく、また急な上り勾配の途中で列車の引き出しは容易ではなかったこともあり、 機関士は一旦トンネル内に列車を対抗させた。e f f 重軽電気機関車は車両の前後に合計2台のパンタグラフを搭載しており、このうち全部のパンタグラフを下げて、後部のパンタグラフのみから終電した状態で列車を再発進させると勢いをつけてトンネルから出てきて、落水箇所の直前で後部のパンタグラフも下げて、落水箇所を惰性で通過し、 通過直後に全部のパンタグラフを上げて文字駅へ向かい十一時二十四分頃に無事に到着した。この直後の十一時三十分頃、防水壁の上を越えて水が滝のようにトンネル内に流れ込み始めた。トンネル内各所に据え付けられた排水ポンプがフル稼働したが十一時四十五分頃に上り線トンネル中央部のポンプが十一時五十分頃には 文字型入り口のポンプが使用不能となり、12時には下り線トンネル中央部のポンプ室の配電板が浸水して爆発した。本線トンネルから溢れた水は敷屈行動に流れ込み、出島と小森への敷屈立て工程部に集まってきた。浸水により繰り返し遮断機が動作する中を変電所から排水ポンプへ強行送電が続けられていたが、 ポンプ室は次々に機能を停止していき、13時5分にはポンプ室への送電が打ち切られた。ポンプ室に詰めていた職員は全員が脱出に成功した。排水機能を失った関門トンネルは急速に水没していき、上り線1880メートル、下り線1760メートルが水没して、推定浸水量は約9万立方メートルに達した。 16時過ぎに浸水が止まった時点で確認したところ、トンネル全長の約3分の2が天井まで浸水しており、関門トンネルによる本州と九州の連絡は切断されてしまった。関門間の輸送が途絶したため、下関駅と文字港駅を結んで運行されていた、関門連絡線の豊山丸、超水丸、下関丸を使って、旅客、小荷物、 新聞類の代替輸送に当たるとともに、支援として大島航路から七浦丸を投入した。貨物輸送については、国鉄所有の船舶のほかに、汽船や漁船、基本船なども借り上げて、代行輸送を行った。かつて、下関と小森への桟橋の間で、貨車構想を行っていたが、下関の岸壁は、幹部連絡船の岸壁延長のために埋め立てられており、 小森への稼働橋も取り外して転用したため、急に再開できる状況ではなかった。しかし、国鉄がかつて運行していた関門丸は、向こ連絡線での運用が終了した後、民間会社に払い下げられて、関門海峡でカーフェリーとして運用されており、結果的に貨車からトラックに積み替えた貨物の代行輸送に役に立つことになった。トンネルに浸水するとすぐに、 国鉄西部総支配人を長とする復旧対策本部が設置され、各地から応援の人員と機材を手配して、排水復旧作業に取り掛かった。まず単線での運転再開を1日も早く実現することにし、下り線を早期に開通させる方針で作業に取り掛かった。敷屈行動に対しては縦口にシンキングポンプを書く4台、上り線下り線の 各本線トンネルに対しては、下関側は、高校から、文字側は、小森への縦校からパイプを伸ばして、水面付近にタービンポンプを各2台配置して、排水を行った。小森への敷屈縦校に運び込んだ、最初のポンプは7月1日から稼働し始め、以降各地からポンプが届けられ、畑西の鉄道工場と現地で整備して据え付けられ、稼働し始めていった。 ついたち約1300立方メートルから1700立方メートルに及ぶ湧水があったため、当初はトンネル内の水量を減少させるには至らなかったが、多数のポンプが順調に稼働し始めると、ようやく減水していった。本線トンネルは20パーミル程度の勾配であり、1メートル水位が下がると水面は50メートルも後退することになるため、受電装置、 ポンプサクションホースを台車に乗せて前進させ、後ろにパイプを順次つなぐ作業をしていった。このパイプをつなぐ作業にかなりの時間を要したため、結果的に運転時間は1日平均6から10時間程度であった。これに対して縦坑から吊り下げたポンプは1日20から24時間程度運転することができた。また輸送用のモーターカーの排気により一酸化炭素が発生し、 頭痛を訴える作業員も出たため、モーターカーの使用を制限したり、換気装置を設置したりといった対応に追われた。最盛期には1000人を超える作業員が1日参考体制で作業に従事した。下り線は7月10日に、上り線は翌11日にトンネルの天井部分がすべて見えてくる程度に減水し、下り線は12日12時に一応の排水が完了した。 しかし、残りの水は、敷屈行動へ排除できるものと考えていたが、敷屈行動へ通じる排水管が詰まっていたため、トンネル内の湯水により返って増水する状況であった。そこで、排水管の閉塞を取り除くと流れ出した水で吸い込まれてしまう危険があるのを顧り見ず、下関工事事務所の職員が、汚水に潜って、手探りで排水管を探り当て、 詰まっていたゴミを取り除いて、無事に排水を完了させることに成功した。中央部に溜まった程度が約60センチメートル程度あり、ポンプ室に備えられた敷屈行動への連絡パイプを通じてできるだけ敷屈行動に排除するとともに、両側の高校からトロッコを使って搬出し、7月13日19時に試運転列車を通過させ、7月14日0時35分、 文字発の貨物列車第六百七十八列車から単線での運転を十七日ぶりに再開した。続いて、上り線では七月十三日2十時に排水を完了し、電気信号関係を完全に復旧させて七月十七日に開通させ、一旦下り線を休止して上り線に運行を移した上で、下り線の完全整備を実施し、七月十九日八時三十一分に、 複線での完完全復旧を完了した。本線のトンネルが復旧した時点ではまだ、敷く行動の排水は終わっておらず、さらに本線トンネルに設置のポンプが未復旧であったため、トンネル内の漏水や線路、電線の線上に使った水が流れ込んで、むしろ水位が増える方向であった。表面の水をポンプで吸い上げては、ドラム缶にヘドロを詰めて縦港から運び上げるという作業を、 昼夜3交代で継続し、ようやく8月20日に出屈行動も復旧が完了した。国鉄は列車の運行を優先し、11時20分に最後の列車が通過するまで、文字法の線路上に土俵による防水壁を築くことができずにおり、これが後に衆議院運輸委員会で問題にされることになった。一方、第327列車の機関誌、 トンネルの浸水を発見した、保線区員、現場で、機関士と運転指令の間の連絡に当たった、公安職員2名の、計4名が8月31日に、緊密な連絡と臨機の処置により、列車の重大事故を未然に防止したとして、長崎総之助日本国有鉄道総裁から、国鉄総裁表彰を受け、さらに機関士と保線区員の2名は10月20日に、 本年6月の風水害に再始生命の危険を、帰り水公務水行にあたりその功労は、特に顕著であるとして、吉田茂内閣総理大臣により、総理大臣表彰を受けた。また、トンネル中央部の汚水に潜って、排水管閉塞を解決した下関、工事事務所職員は、2003年になって、叙勲を受けている。水没事故の経験を生かし、 文字型の防水壁はさらに1メートル高くされ、トンネル入り口のポンプは従来の約2倍の能力に増強された。浸水を防止するために、トンネル入り口には鉄製の防水扉が取り付けられ、トンネル内のポンプも地上から操作ができる強力なポンプに取り替えられるなど、浸水対策が強化された。また、毎年6月には、 総合的な水防訓練が実施されるようになった。なお、この水没事故後の1961年の変電所、無人化に際して、運転電流と自己電流を高精度で弁別して、送電を停止する故障選択系電機と、事故時に並列起電している、隣接変電所の遮断機を同時に解放する、連絡遮断装置が導入されたため、同様の事件が再度発生したとしても、 遮断機が動作して停電することになり、第327列車のように落水箇所を強行突破することは不可能となっている。上り線トンネルの建設時に工事事務所長を務めていた星野茂樹は水没事故時は民間企業の顧問となっていたが、トンネル開通から10年が経ってちょうどいい機会であるとして、文字鉄道管理局の根頃工事労施設部長に連絡して、 排水作業の傍らで水を流してトンネルの大掃除をさせた。当時の吉田浅次郎所長は何事かと起こったものの関係者は星野さんの命令としてそのまま掃除を続行したという。さらに根頃施設部長はトンネル再開後の最初の主運転列車の先頭に乗って特急車を前線に振りかけたという。またこの水没事故は 関門トンネル開通10周年を記念して、文字方高校に、同通天地という名盤を取り付けた直後であったため、天と地がつながって、空からもらい水をしたなどと皮肉を言われることになってしまった。九州島内交流電化に際して投入された、高直流用電車 421KJR 九州下関変電所。関門トンネルに電力を送る直流変電所である。 第二次世界大戦後は石炭の節約の観点から国鉄の使用幹線の電化を推進する方針となった。しかし連合国軍最高司令官総司令部の民間運輸局は戦災復興を優先するべきという理由で電化の推進に否定的な態度をとり、占領期には電化はあまり進捗しなかった。 1951年の主権回復の4年後の1955年9月26日に発足した日本国有鉄道電化調査委員会では、早急に主要幹線 3300km の電化を推奨する報告書を11月29日に提出した。これを受けて1957年度からの第一次後、可燃計画では、 第一次計画として1 6 6 5 8トルの電化を推進する方針となり、この中で関門トンネルの両側にあたる山陽本線の西赤市畑生館、鹿児島本線の文字工都市館が取り上げられた。ちょうどこの時期、国鉄では交流電化の技術に目処をつけて採用を進める方針となっていた。国鉄の交流電化調査委員会では、 交流電化の経済性を検討し、電車運転及び高直接続の費用を考慮しなければ、常に交流電化が有利であると結論づけた。しかし、この検討は直流電化の技術の進歩を適切に考慮しておらず、また交流電化に必要となる建築限界の拡大に要する費用も評価されていないという問題があり、これに加えて、すでに直流電化されている。 東海道本線の延長となる山陽本線では、硬直接続の費用が交流電化の経済性を帳消しにしてしまうことから、硬直接続をどこで行うのが最も経済的かということが検討された。この検討の際に大きなポイントになったのが、関門トンネルの建築限界の問題で、トンネルの断面は本来は設計上 5100mm の高さがあるはずであり、 交流電化には大きな問題はないと考えられていたが、1957年12月に実測してみたところ、戦時中の材料不足による工事方法変更の結果として、タンク間ではあるものの 4970mm の高さとなっている場所があることが判明した。この高さでも特別な河川釣り化方式を採用し、絶縁方法を工夫することで交流電化も 不可能ではないとされたが、将来的に大きな貨物の輸送に支障をきたす恐れがあった。これに加えて、関門トンネル内は、海水の漏洩が激しく、直流電化においても、絶縁の保持に苦労している現状があり、交流2万ボルトに変更すれば、より一層保持が困難になるものとされた。また、硬直接続箇所においては、 地上切り替え方式を採用しないのであれば、高価な硬直療養の機関車を必要とする。硬直接続箇所から西側をすべて硬直、療養機関車で牽引すれば、機関車の総所要領数は減るが、高価な硬直療養機関車の所要数が増加する。一方、硬直療養機関車による牽引を、硬直接続箇所をまたぐ区間に限定して、 西側では交流専用の電気機関車を使うものとすれば、高直療用機関車の所要数は減るが、機関車の総所要量数が増加となる。しかし、関門トンネルは急勾配の長大トンネル区間であり、もともと高速運転をしない上に、電動機に電流を流して走る時間も短く、加えて、トンネル内は一定の気温であることから発熱の観点で有利になる。 さらに単区間であることから、蒸気暖房用の蒸気発生装置を搭載する必要もないとして、この区間に限れば硬直療用の機関車としては、安価な専用機関車を設計できるものとされた。こうした点を考慮し、最終的に山陽本線を直流、鹿児島本線を交流で電化し、文字駅構内を硬直接続点とする方式が決定された。 こうして電化が推進されることになった。通常は既存の電化区間をそのまま延長していくが、そうなると、九州への電化の到達はかなり先のことになり、日本有数の重工業地帯で当時輸送量が急増していた北九州地区の輸送需要に応えることができないという問題があった。そこで飛び地となるが、山陽本線の小郡西と九州島内を先に電化する方針となった。 こうして1961年6月1日に山陽本線小郡下関間と鹿児島本線も事故久留米間の電化が開業した。このために高直療用の421系電車が製作、配置され関門トンネルを通過して山陽本線と鹿児島本線を直通する運転を開始した。北九州の通勤輸送対策のためにこの電化開業では 高直量用電車を投入して一部の客車列車を置き換えあるいは増発することが先行することになり、この時点では客車や貨車を牽引する機関車については従来の EF10 型が引き続き用いられた。EF10 型は直流専用であるため、文字駅構内の内側の関門トンネルから列車が出入りする線路から文字操車場に至る区間は、この時点では 暫定的に直流電化のまま残され、外側の鹿児島本線の線路が交流電化され、高直デッドセクションは暫定のものが小倉側の山陽本線と鹿児島本線の分岐部に設置された。関門トンネル区間用の高直流電気機,機関車としては e f 3 0系電気機関車が開発された。1961年8月から10月にかけて、 量産系の EF30 型が文字に配置され、8月から順次営業運転を開始し、10月1日から本格的に運用を開始した。代わって EF10 型は関門間の運用から外れ、直流電化区間へ順次転出していった。これにより、硬直デッドセクションを本来の位置に移設する工事が行われ、1962年3月2日から、 文字駅構内は全面的に交流電化となった。本来の高直デッドセクションの位置でも、下り線の旅客船と上り線の旅客、貨物船は共に、関門トンネル出口付近のシーサスクロスポイント付近に、あるが、下り線の貨物船は上下ホームの間をさらに進んだ、小倉側に設置されており、これはトンネル出口の上り勾配で列車が停止してしまった場合に、 再発進しても十分加速できないままでッドセクションのために打行しなければならなくなる危険を回避するためだとされている。1964年10月1日には山陽本線の全線電化が完成した。この時、東海道新幹線も同時に開業したことから在来線の東海道本線での運用を終えた151軽電車が山陽本線での運用になり特急 ハと、ツバメとして九州まで直通で乗り入れることになった。しかし151系は直流専用であったため、電源車として、鞘420型を連結した上で、九州島内では電気機関車で牽引されて走ることになった。この運行は1年で終わり、高直療用の特急電車として481、系電車が1965年10月1日から、 使用されるようになった。同時に急行用の475系電車も投入されて関門トンネルを往来するようになった。1958年3月9日には国道2号の関門トンネルが開通した。この国道トンネルは鉄道トンネルに1年遅れて着工したものであったが戦後しばらくの間工事が中断していたものであった。鉄道のトンネル関係者は 鉄道トンネルもあと一年着工が遅れていたら戦争の混乱に巻き込まれて戦後まで工事がだらだらと伸びていたかもしれないとしている。道路トンネルは鉄道のトンネルに比べて急勾配を許容できることから海峡の幅が最も狭い早友の瀬戸を通過している。このトンネルの開通により需要が減少した関門連絡線は 1964年10月31日、限りで廃止となった。続いて1973年11月14日には、高速道路の関門橋が開通した。この橋も、最強部にかけるのが最適であるとして早友の瀬戸の通過となった。そして、1975年3月10日には、山陽新幹線が博多駅まで開通し、 新関門トンネルが供用を開始した。新幹線についても高速走行のために曲線半径を大きくする必要から早友の瀬戸を通過することになった。こうして関門海峡を横断する交通路は合計4本となっている。1972年11月6日に発生した北陸トンネル火災事故により長大トンネルの火災対策が実施されることになった。 関門トンネルは対策を実施する長大トンネルの条件には含まれていなかったが、海底トンネルであり、かつ通過列車本数が多いという条件から同様の対策が実施されることになった。このために消火設備や避難誘導の設備の準備、電話機の設置などの諸対策が実施された。この時に設置された消火器は塩分を含む漏水があり、 湿度が高いという条件のため、保守には手間がかかることになった。1973年には貨物列車の増発用として新たに国鉄 EF-81 軽電気機関車が2両配置された。先に配置されていた EF-30 型が関門トンネル区間専用の設計であったのに対して EF-81 型は国鉄在来線電化区間の3電源方式に 全て対応する標準系の硬直流量用電気機関車であり、関門トンネル区間に投入されたのは、塩害対策等の改良を実施した300番台となった。この機関車は、1974年に、新大特急増発用として、さらに2両が増備された。ただし、これらの4両は、貨物列車の牽引に必要な重連装滑制御装置が搭載されておらず、 旅客列車の牽引に限定して使用されていた。しかしその後、余剰となる機関車が発生し、1978年には EF81 型が二両常磐線へと転出したが、1984年と1985年に一両ずつ、文字機関区へ戻された。この時期になると EF30 型が老朽化してきたことから、1978年にまず、 試作車の一両が廃車となり、1984年からは、量産車の廃車が始まった。そして、e、EF81 系の基本型から改造して、製作された400番台14両が1986年度に投入され、1987年3月末で EF30 系の運用が終了した。1987年4月1日に、 国鉄分割民営化が実施されると、関門トンネルは九州旅客鉄道が承継した。これは、関門トンネルは九州の人が本州に来るときに使うものだから、九州が担当すべきとの理由で決められたという。下関駅を管理する西日本旅客鉄道との境界は、下関駅構内の九州側の外れにある。2005年10月1日のダイヤ改正では、 JR 西日本所有の機動車による関門トンネル通過運用がなくなり、機動車の関門トンネル通過が定期では全廃となった。同時に JR 九州からの山陽本線方面への直通列車もなくなり、九州からの列車は下関駅で折り返しとなった。2007年3月18日ダイヤ改正から後、五500型が関門地区に投入され、関門トンネルを抜ける。 貨物列車の経引を担当するようになった。同時2300トン貨物列車の北九州貨物ターミナルまでの乗り入れが開始された。2009年3月14日のダイヤ改正により、新大特急、富士、はやぶさが廃止となり、関門トンネルを通過する旅客列車は415系による折り返し運転の電車のみとなった。2011年3月12日ダイヤ改正で、 EF81 系牽引の貨物列車が臨時1往復のみとなり、また、A500 型が福岡貨物ターミナルまで1300トン貨物列車を牽引しての直通運転を開始した。翌2012年3月17日ダイヤ改正で EF81 型による臨時1往復の設定もなくなり、関門トンネルの貨物列車は完全に A500 型が牽引するようになった。 関門トンネル下り線文字形建港の後、関門トンネル上り線トンネル、文字形第一縦港の後関門トンネル下関方高校にて上り線トンネルに下り、列車が進入する様子。保守作業のために単線運転となり、逆行で使用することがある関門トンネルの下り線トンネルは全長3614.04メートル上り線トンネルは 全長3604.63メートルである。海底部の延長は上下線とも1140メートルある。また本線トンネルよりやや深い場所に下関方とも地方の縦坑の間を結ぶ全長1322メートルの敷屈行動が存在し、トンネル完成後は作業用のトンネルとして使用されている。平均土かぶりは約11メートルあるが、 建設時に年度被覆を行った箇所では最小9.5メートルとなっている。下関方の敷屈盾港は彦島の東端の出島地にあり JR 九州の保守作業用の出入り口として使用されている。ただし、こちらの盾港にはエレベーターの設備がない。また下関方取付部の建設に際して杉田社港が建設されたが完成後に埋め戻されている。 文字型の四屈盾坑は国道199号の脇に所在し昇降機の矢倉が設置されておりエレベーターの使える唯一の盾坑として関門トンネルの機能を維持するための重要な施設として使われ続けている。また、鹿児島本線小森駅東側の駐車場には盾坑にコンクリートで蓋をした構造物が2箇所残されている。 北側に歩く系の縦口に、かまぼこ型の蓋がしてあるものが、下り線トンネル用の文字型縦口で、ここから、下り線の海底部を掘削した、シールドマシンが搬入されて発進した。南側の丸い蓋がなされている縦口が、上り線トンネル用の文字法第一縦口で、悪気広報の発進拠点として用いられた。上り線トンネル用の文字法第二縦口は、 四屈立港の近くに所在したが、撤去されて残存していない。完成当初、下り線トンネル内のレールは、テルミット溶接により連続付接されていた。しかし摩耗が激しく溶接部の破断事故もあったため、上り線の開通時に、通常の25メートルレールに交換された。2006年時点では、1メートルあたりの重量が60キログラムで、ある60キロレールで、 全長100メートルのものを使用している。海水が混入した漏水が排水口を流れており、また湿度が90%に達する条件のため、レールの腐食が早く通常の5分の1程度の交換周期でレールの交換を行っている。道床はトンネル中央部がコンクリート道床、トンネルで入り口から下り線は約百五十メートル、上り線は約四百メートルが バラスト道帳になっている。枕木は、バラスト道帳部は通常の波枕木であるが、コンクリート道帳部では関門型特殊端枕木を採用している。下り線では25メートルあたり41本、上り線では25メートルあたり45本の枕木を付設しており、この付設密度の差は下り線の成績により密にしたと記録があるだけで、理由は明らかではない。 また、締結装置も、関門型特殊レール締結装置を採用している。この締結装置は、一般型のタイプレートでは摩耗、腐食、節損が著しかったために改良に取り組み、1955年頃からタイプレートに直接荷重をかけずに枕木に分散させる仕組みのものが開発されたものである。関門トンネルを走行する列車への電力供給用に、 下関変電所と文字変電所が設置されている。遠隔制御技術が発達する昭和30年代までは、機器の運転や記録作成のために、変電所への運転員の常駐が必要で、これらの変電所は一変電所が一変電区となり、下関変電区、文字変電区として、区長以下約20名の職員が配置されて交代制で勤務を行っていた。開通当初は、 出力2 0 0 0ットの水銀整流機をそれぞれ2台ずつ備えており、1944年5月にそれぞれ1台ずつさらに増設された。第2次世界大戦末期には空襲を受けて変電設備が被災することに備えて、彦島に出力4 0 0 0ットの地下変電所が用意され、終戦後間もなく、約20日間だけ実際に運転されたことがあったが、廃止されて、 設備は従来の変電所に復元された。第二次世界大戦後アフカの低下により、1949年に水銀清流器を一台ずつ東海道本線の電化用に供出している。1957年に容量を増強した後、1961年6月の山陽本線、小郡下関電化と九州島内の交流電化に際して、下関変電所は、 水金整流器2台をシリコン整流器に乾燥し出力増強が実施されて関門トンネル内の大部分の負荷を担うほか山陽本線側の負荷も担うようになった一方で文字変電所は直流設備を一部縮小した上で交流用の変電設備が設置され以降の文字変電所は関門トンネルに関しては下り線の文字型上り勾配のピーク電力のみを 負担するように運用されるようになった。1961年12月に両変電所とも無人化された。下関変電所は、彦島の関門トンネル入り口近くに、文字変電所は文字駅構内に位置し、いずれも JR 九州博多電力指令から遠隔操作されている。関門トンネル内の河川は、下り線開業時はシンプルカテナリ式を採用していた。 しかし、開通後予想以上に摩耗が激しかったことや、漏水による外資の劣化を考慮し、上り線開通時には、指示外資を変更し、ダブルシンプルカテナリ式を採用した。上り線開通後、約1ヶ月下り線トンネルの通行を休止して、下り線の河川も同じ仕様に改修した。トンネル内では、特殊外資を一部で使用することで、大型貨物の輸送に対応するために、 河川の高さ4 5 5 0ト、mm、ルを確保している。トンネル内は列車通過による強風で人愛が巻き上げられて外資に付着することから絶縁劣化が激しく表面にシリコンコンパウンドを塗布するといった対策を行っている。また開業時は河川の引き止めはトンネル内では行わず両側の出入り口から一本で引っ張る構造であったが 既然釣り河川の緩みの調整が難しいという問題があり、1963年に約500メートルごとに8区分した構造に改造された。下関駅と文字駅の間は複線ではあるが、信号方式としては単線自動閉塞が2本並んでいる相単線である。下り線上り線とも、駅間に5機の閉塞信号機が下り上りの双方に、 向けて建てられている。これは、回収作業などで一本ずつトンネルを閉鎖して、運転することができるようにしたもので、実際に、毎月指定された日の保守作業時間帯には、単線運転をして、保守作業を行っている。トンネルの維持管理のために、おおむね1、2年に1度の校内調査、年に3回の漏水量調査、 年に1回の関門航路の新線測量によるトンネル土かぶり調査、そしておおむね10年ごとの復興コンクリートのコア採取による各種試験が実施されている。漏水量は完成から間もない1944年では1743立方メートル、日あったが、1952年には2274立方メートル、日まで増加した後、2007年には450、 立方メートル、日程度まで減少している。これは、地下水以下に建設されたトンネルとしてはかなり少ないもので、非常に丁寧に施行された結果であると推定されている。また、上り線の方が、下り線より、漏水量が少なく、先に開通した下り線の結果を受けて、上り線では入念な対策が取られた結果だと考えられている。漏水量の減少は、 漏水防止処置が進んだことと、下関側で地上の宅地化が進んだ結果であると推定されている。湯水中に含まれる海水の量は、1991年時点の調査では、総湯水量が800トン、日程度のうち10%程度の約80トン、日程度であった。海底トンネルにおいて、コンクリート構造物の管理上問題となるのは、 海水からの塩化物イオンの侵入による鉄筋の腐食と硫酸塩によるコンクリートの科学的腐食であるが2009年までの時点では特に大きな変状はなくコンクリートの圧縮強度にも低下は見られていないトンネルは全体として健全な状態にあり復興に大規模な補修補強対策は施す必要性は認められていないなお1993年時点で 関門トンネルの施設修繕費用は年1億円程度とされている。関門トンネルは長大トンネルで急勾配という条件から当初から直流1 5 0 0トで電化されており、電気機関車が列車を牽引する形で開業した。ただし変電所が敵の攻撃で被災した時に備えて、1944年に D51 形状機機関車の入選試験が行われたことがある。 また、ディーゼル機関車についても、1988年から1991年にかけて DD51 系ディーゼル機関車が関門トンネルを通過する貨物列車の牽引を行っていたことがある。非常時の救援においてもディーゼル機関車が使われることになっており、訓練も実施されている。一方、旅客列車については、従来からの客車列車のほか。 高直療用の421系電車が1961年の九州島内の交流電化完成時から運転されるようになり、前日の山陽本線の全線電化完成後の1965年以降は、さらに481系電車、475系電車など、京阪神、岡山方面からの特急、急行型の高直療用電車が投入されるようになったが、 1975年の山陽新幹線の全線開通で姿を消した。起動車もかつては関門トンネルを通過していたが、2005年10月1日ダイヤ改正で、山陰本線から直通していた列車がなくなり、関門トンネルの起動車通過がなくなった。2009年3月14日、ダイヤ改正で、新大特急、富士、早草が廃止となり、関門トンネルを通過する。 旅客列車は415系電車のみとなった。関門トンネルで使用される電気機関車は2007年配置の A500 型までで歴代で以下の4車種がある。国鉄 EF10 系電気機関車、関門トンネル向けのステンレス車体使用、国鉄 EF10 系電気機関車は、単なトンネルの開通に合わせて、国鉄 EF52 系電気機関車をベースに開発された、本来は、 貨物用の電気機関車であるが、関門トンネルにおいては、貨物と旅客の両方に使用された。1両で600トンを、2両で1200トンを牽引した。e f 1 0系の総制作量数は41両であるが、関門トンネルを担当する文字機関区への配置は、各時代の輸送需要の変化とともに14から25両の範囲で増減した。 1941年度に34号機から41号機の8両を関門トンネル用に製作したが、まずは東京鉄道局管内の各地に分散配置されており、1942年に入って順次、文字機関区へと転属した。また、国鉄 EF-12 系電気機関車を製作、投入し、これによって捻出した既存の EF-10 系の文字機関区への転属も、 行われた。要因についても、当時九州には国鉄の電化区間はなかったこともあり、文字鉄道局では九州各地から募集した電気機関車の乗務員や整備士を東京鉄道局に派遣して要請、訓練を行い、また東京鉄道局から開通後1年間の約束で経験者の派遣を受けて対応した。 関門トンネル担当の EF10 型は、車室内両側通路に中鉄ブロックを約5トン搭載して、粘着重量を増加させていたほか、パンタグラフの継手やスリー板受けに退色アルミ合金を採用、要所に大塩害塗装を行うなどの腐食対策を行っていた。車体の腐食が特に激しい6両については、1951年から1954年に、 かけて、ステンレス構成の車体を製作して取り替えた。30号機以降は、当初から、重連装括制御装置を備えており、空転への対処が困難という問題を抱えながらも、常用されていた。文字機関区配置の EF10 型は、1942年7月の貨物営業開始の時点では11両、11月の旅客営業開始の時点では15両、 そして1944年9月の伏線開業時には最高の25両に達した。戦後は輸送構造の変化により所要量数が減少し、東京鉄道局管内や中央本線、交付機関区などへ転出していき、最低で14両まで減少した。その後、後続の EF30 がに置き換えられる時点では17両となっていた。 1961年に九州の交流電化に伴い EF30 系の配置が始まると8月12日に EF1023 号機が追加第二機関区に転属になったのを皮切りに11月1日までに全17両が直流電化区間へ転属され文字機関区の在籍車両が消滅した国鉄 EF30 系電気機関車 国鉄 EF30 系電気機関車は、九州地方の交流電化に伴い開発された、高直量用の電気機関車である。関門トンネルの九州側出口にあたる文字駅構内で、交流電化と直流電化の接続をすることになり、この区間の接続用として開発された。当時の技術では、大出力の交流、直流量対応の機関車を、 制限重量内で製作することは大変困難であり、交流で運転時の出力は直流時に比べて4分の1となる設計で制限に収めたが、交流で走行するのは文字駅構内からのタンク間だけであり、問題ないとされた。海水をこむる対策として、ステンレス構成の車体を採用している。出力は EF10 型より増大したが、 引っ張り力は大きく変わらず、結果として速度が時速 10km 程度上がっており、旅客列車の中にはこれにより、関門間の所要時間が短縮したものもあった。運用は EF10 系の時代と変わらず、旅客列車を1両で、下関文字間を、貨物列車を2両10連で、畑西奏車場・文字奏車場間をそれぞれ牽引した。 1960年3月19日に1号機が落成し、前原機関区に配置されて、北陸本線の硬直接続設備の試験を行った。1961年4月に文字機関区に転属し、8月からは量産機が配置されて、順次営業運転を開始して、10月1日から本格的に使用が開始された。運用開始当初は、 EF10 型を同数で置き換えて17両、体制であった。1963年10月に、東小倉駅に小荷物センターが開設されたことから、東小倉駅まで運用が拡大された。輸送需要の増加に対応して1965年と1968年に、それぞれ2両と3両が増備され、最終的に22両となった。 1978年に試作車であった1号機が廃車となり、1984年からは量産車の廃車も始まった。1987年3月29日にお別れ運転を文字港駅音賀川駅間で実施して EF30 系の全車両の運用が終了した。寝台特急、朝風を牽引する EF81 系400番台。 国鉄 EF81 系電気機関車は国鉄在来線の電化区間の3種類の電源方式のすべてに対応できる標準蛍光直流電気機関車として1968年に開発された関門トンネルでは1973年に貨物列車の増発用として2両が配置されたこれらの車両は関門トンネル用に塩害対策が施され 既存の EF30 型と同じくステンレス構成の車体を装備し、退色アルミ合金製のパンタグラフを搭載するなどされている。対艦対切装備を省略し、列車暖房装置も省略した上で、代替始終を搭載しており、さらに EF30 型には付いていた、重連装滑制御装置が省略されていた。標準型と異なることから、この2両は301号機。 302号機と番号を付けられ300番台と呼ばれる。1974年には寝台特急の増発用として、さらに2両が追加投入された。これらの4両は10連総括制御装置が省略されていて、10連での重量貨物列車の牽引ができないことから、旅客列車の牽引に限定して使用されていた。 1978年に余剰となったことから2両が常磐線へ転出したが、1984年1985年に再び文字機関区に戻された。老朽化してきた EF30 系の代替用として余剰となっていた基本系の EF81 型からの改造で、1986年度に1 4両の EF81 系400番台が、 文字機関区に投入された。改造にあたっては、不要となる列車暖房装置が撤去され、海水に耐えるための塗装を施したほか、関門トンネルでの重量貨物列車の引き出しには、10連運転が不可欠であったことから、10連総括制御装置の取り付けが行われた。また同じ年に300番台にも、10連総括制御装置の取り付け改造が実施された。 1987年の国鉄分割民営化に当たっては300番台の4両すべてと400番台のうち8両が日本貨物鉄道に400番台の6両が九州旅客鉄道に承継された。民営化後、輸送需要の増加に伴ってコンテナ貨物列車の増発が実施され、これに対応して1991年3月のダイヤ改正に合わせて、 JR 貨物が四百五十番台の二両を申請して JR 貨物の配置機関車は十四両となった。さらに九百九十三年三月ダイヤ改正において三両を申請したが代わりに四百番台の二両が転出して文字機関区での配置は十五両となった。四百番台の二両は後に文字機関区に戻され JR 貨物の文字機関区における e f 八十一 計の配置量数は17両となった。運用の効率化のため、業務住宅により、旅客会社の列車である、寝台特急を JR 貨物の機関車で牽引することがあり、また、福岡貨物ターミナル駅まで EF81 型で直通する運用も設定された。JR 九州に承継された e f 十一型は、百九十六年から廃車が始まり、 2010年までに全廃となった。JR 貨物については、2007年から、後継の A500 型による置き換えが開始されている。2011年3月12日のダイヤ改正で、EF81 型による関門間の運行は、臨時1往復のみとなり、翌2012年3月17日ダイヤ改正で、完全に撤退した。ただし、文字機関区に、 配置の EF81 型はこれ以降も、九州島内の貨物列車の牽引を続けている。A500 系関門地区に配置されていた EF81 系の車例が30年を超えて、大体時期を迎えたことに加えて、運転範囲が拡大しつつあった1300トンの貨物列車の牽引には EF81 系の従連運転でも対応できないこともあり、A500 型が配置されることになった。 まず2004年に一時的に関門トンネルを通じる列車の A500 型による牽引試験が実施された。2007年3月18日ダイヤ改正に際して、旗製奏車場北九州貨物ターミナル駅間の貨物輸送に A500 系6両が投入されて運用が開始され、1300トンコンテナ貨物列車の乗り入れも開始された。 2011年3月12日のダイヤ改正で EF81 型による運用が臨時1往復のみとなり関門間の貨物列車の経営がほぼ A500 型に置き換わった。またこの際1 3 0 0トン貨物列車が福岡貨物ターミナル駅まで乗り入れを開始し A500 型が直通で福岡貨物ターミナル駅まで運転することも見られるようになった。 翌2012年3月17日のダイヤ改正では e f 8 1型による臨時一往復の運転もなくなり関門間の貨物列車は完全にア500型が牽引するようになった。労働者数は敷屈行動を含む下り線トンネルについて延べ約182万1人、上り線トンネルについて 延べ約165万人の合計約347万1人であった。トンネルが開通した第二次世界大戦中は、次第に輸送量が増加していたが、終戦後輸送量は急減し、その後、経済の推移に伴い緩やかな回復をしていった。高度経済成長期になると、列車回数、通過トン数ともに急増し、1970年度には、 最高の1日350回、年間通過トン数6000万トンを記録した。1975年3月に新幹線が開通すると減少に転じるが、1985年度以降、再び回復しており、1992年度時点では列車回数が1日317回、年間の通過トン数が3910万トン。 このうち2350万トンを貨物列車が占めている。ありがとうございます。